い、若津。お味噌汁さん、さっきありがとうね。イミさん、こんばんは。イミさん、ごめんね。サムネ作ってなくて。ごめん、ごめん。ちょっと俺はふわっちでしばらくどっぷりやってこうかと思ってるよ。よろしくね、みんな。俺はふわっち配信者になるよ。腹くくるぜ。今多分一番いいサイトはふわっちだ。ふわふわしてこうと思うよ。ふわふわしてこうと。よいしょ。9名さんいらっしゃい。若津、声聞こえる？大丈夫？いつでも大丈夫よ。うん、わかった。作ってあげるからね。ちょっと待ってて、気長に待ってて。なんだろうな、なんでボリューム録音こんなことになってんだろう。なんかマイクの設定がおかしいんだよね。あ、これメインのマイクにすることできないのかな。あ、ふわっちをメインにしようと思ってますね。トラオさんいらっしゃい。マイクの切り替えってどこでやるんだろう、これ。うん、待ってて。カメラ、マイク。カメラ、マイク。はい、ワタツーいらっしゃい。たくみさんいらっしゃい。なんか、いつも使ってたさ、あのカメラ、カメラじゃなくてマイクをメインにしたいんだよね。雑音拾うからさ、マイクこっち側に切り替えたいんだよね。あ、これ。このピンマイクに切り替えたい。こっちが起動しないんだよね。どうしよう。あ。困ったよね。困ったちゃんだよ。19名さんいらっしゃい。これ声聞こえてるよね。大丈夫だよね。そんなに音変じゃないよね。一応ロジクールのカメラだから、多分普通に拾えてると思うんだけど、声の拾いが良くないんだよね、あんまり。聞こえてる？キットさんありがとう。もっといいマイク持ってるんだけど。オーディオインターフェース買おうかな。どうしようかな。オーディオインターフェース買おうかな。でもさ、配信者として旅配信をすること考えたら、月どれくらい稼げば旅配信できるかな。世界中をこうぐる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 回りながら、いくらくらい貯めればその生活できるかな。15万は稼がないとな。まず配信業1本でやってくってことを考えたら、15万で生活できるか。1日5000円カツカツだよな。1日5000円って考えたら、やっぱ月20万30万は稼がないと厳しいよな。旅のこと、旅って15万でできるかな。どうも微妙じゃね。どうなんだろう。だってその旅をするっていうことはさ、充電場所を確保しないといけないわけじゃん。漫画喫茶って1日2000円ぐらいかかるでしょ。12時間ぐらい泊まるとしたら。でも今の時代満喫あるからいいよな。1日どれくらいだろう、満喫の値段。30は欲しいよね。全国はきついよね、やっぱね。30万、どんな場所？いや、俺は別に、その、布団持って、なんつうの、布団で寝泊まり、布団つうか寝袋持って寝泊まりでも全然いいんだけど、配信者ってバッテリーの問題あるから、寝泊まり、バッテリーがあるところ、充電できるところじゃないとダメだから、満喫じゃないと厳しいかなと思って。満喫が一番現実的なんだよね。
満喫で全国は何で奔走するの、歩き、歩きとヒッチハイクのみ。俺は自転車配信はないと思ってるから、なんか自由度が下がるのは嫌だなと思ってて、やっぱ人間はシンプルに生きた方がいいから、もうパソコンと、なんだろう、パソコンとね、本当にシンプルに行きたいと思ってる。3日に1回満喫、あとは寝袋。あのね、充電がね、俺ね、電池パック3本持ってるんだけど、レッツノートの。多分ね、今これ1時間半でしょ ?1 時間1時間だから、4時間半しか放送できないんだよ。彼女はね、俺の配信にすごい協力的だから、絶対、応援してくれる。彼女は、俺が配信頑張る分には、応援してくれる。あ、やっぱ携帯で配信か。モバイルバッテリーか。なるほどね。みんな携帯で配信するけど、俺、やっぱ古い人間だからパソコンで配信したいっていう部分どうしてもあるんだよね。彼女はついてこないよ。うん。リスナー宿取るのはあり。いや、全然ありがたい。うん、それは。それは全然ありがたい。ただ、俺今ほら、生活保護だ、仕事してるから、やっぱ15万とかを安定して稼がないと、最低15万稼がないと、やっぱその保護をやめられないし、生活保護やめられないし、仕事をやめますってはっきり言えない部分あるから、うん、それくらい安定して稼げるようになんねえとな。だから、ふわっちってさ、今だいたい1万5千円ぐらい、ポイントが溜まってるんだけど、それをさ、ある程度溜まったら軍資金にして、もう世界回ろうと思ってるんだよね。貯金、ポイントどれくらい溜まってたらできるかな ?30 万くらいできんのかな ?30 万あったらしばらく余裕だよな。結構本腰入れて頑張って、ちょっと配信のムーブメントに乗っかりたいと思ってんだよね。しっかりと配信やっていきたいな、プロとして。もうさすがに3年目終わってるから、やっぱね、これからが油で乗ってる。どうなんだろうね。でも俺はさ、やっぱ配信で食っていきたいっていう思いが絶対あるから、配信が好きだからさ、生き方配信者になりたいんだよね。何で飯食ってますかって、インターネット放送です。実績積んで企業スポンサーつけるのが一番いいですね。やっぱそうだよね。プロとしてやってくんなら、それが一番いいよね。でもやっぱ配信の魅力って、うん、トモさん、フォローありがとう。配信の魅力ってね、やっぱ自由なところが一番いいわけだから、その辺のね、なんかスポンサーがついてやるって結構難しいと思ってて、香川さんそこうまくやってるなと思う。本当にすごいと思うね。スポンサーバッグにつけてサンリオとコラボしたりとか、あれなかなかできることじゃないからね。アジアなら安いけどヨーロッパお金かかりそう。だからさ、最初はさ、やっぱ日本を全国回って日本を制覇したら都道府県全部足を踏み入れるっていう配信をやるんだよ。でその後そのまま東南アジア入っていって、そのままインドに向かうっていうのはどうなの。出勤ね、1ヶ月50万もあったら余裕だよ。50万あったら全然余裕。うん、うん、それはね、現実不可能じゃないと思ってるね。実際に行けると思ってる、俺は。実際に行けると思ってる、俺は。全然その不可能じゃないっていうか、そこまで遠い世界の話じゃねえんじゃねえかと思ってるよ。音質悪いな、やっぱ。ふわっちってプレゼントされたやつの半額が入るんでしょ。そうだね、半額入る。ゴールはどこなんだろうな。例えば日本は都道府県全部回ったら全国制覇って言えるじゃん。旅配信閲覧減るんだ。へー、意外だな。雑談の方が人気があるんだね。
ゴールはどこなんだろうな。世界各国でいいんじゃないの。全世界せ、いやでも難しいよな。ビザが通らない国とかもあるからな。じゃあアジアからこう回ってアメリカ大陸行って、大陸でいいんじゃないの。全ての大陸制覇で OK じゃん。それだったらいけるっしょ多分。全ての大陸制覇でいいんじゃないの。とりあえず5大陸制覇とか、それは多分ありだと思うけどな。どうなんだろう、結構それは面白いんじゃない。5大陸だよね。で、気に入った国とか見つけたら、その今回はじゃあこの国を行こうみたいな、この国をメインで回ろうみたいな、小さい場所から攻めましょう。だから最初ね、俺一番行きたい海外はやっぱバンコクとかいいんじゃないかなと思って、タイとか、まあ、韓国から入ってもいいだろうし、その辺かなとは思ってるけど、だから英語、その旅配信の前に英会話教室とかも面白いかもね。英語覚えてから海外行こうっつって英会話教室配信とかも面白いんじゃないの。なんかあるじゃん、スカイプとかでさ、あの今あの個別英会話とかあるから、そういうのであの英会話旅行くための英会話とか。クーさんありがとうございます、コメントありがとう、うん、かけながら応援します、ありがとう。台湾の美人、台湾は美人やばいよね。台湾はほんと綺麗な人多い。あのもともと沖縄とかもそうだよね、台湾とか沖縄とかって、だから女の人はね、南国の地が綺麗なんだよね、やっぱアジアは。あったかいところ美人が多い。ただまああの年を取ると化け物化するんだけど、何なんだろうねあれ。フィリピンとかも若い女の子綺麗じゃん、だけど子供を産むと太ってモンスターみたいになるんだよね。日本人は長い目で見たらすごいずっと綺麗なイメージがある。日本人はね、童顔だからね、ずっと美人でいるんだよ。そんなに難しいとは思わないけどな。旅人になるっていうのは俺の中ですごいロマンがあることだから、子供の頃からの夢だったんだよね、旅人として生活するっていう。なんか旅人ってかっこよくない？スナフキンとかもすごい好きだしょ、かっけえよな。なんかさ、クラブサンド、クラブハウスサンド今日作ろうかなと思って、卵に、卵でしょ、チェダーチーズでしょ、でベーコンでしょ、ベーコン、チーズ、卵のサンドイッチ作って、明日のんたんと一緒に食べようかなと思ってる。のんたん俺が作る料理大好きで、すげえ喜んでくれるから嬉しいから、明日は手作りの料理振る舞おうと思ってる。嬉しいよね、なんかね、あの彼女が美味しい美味しい食べてくれると。ゴロツキさんいらっしゃい。先ほどうなちゃんマンに米してましたね。あのレスはひどかったですね。めっちゃ怒られちゃったね。ああ、クズだからよ、ワドはよ。おめえに答える義務なんかねえよ。ああ、って言われた。月月収100万超えたのいつからですかって普通にコメント打ったら、ああ、おめえクズだからコメント読まねえよ。とか言って。
すげえ怒られてた。悲しかったっすね。いや僕うなちゃん大好きですからね。うなちゃんマンきっかけであの配信業界入ってきたんで、うん、おげるげーっつって面白いよね、うなちゃんマン大好きだよ。まあ、うなに嫌われてるんですよ僕。見てたんすね。でもちゃんまんすげえよな、やっぱアクティブ普通に1000超えるもんな。ふわっちさすがだと思うよ。レジェンド佐野はやっぱ違うよね。伝説だよね。いける伝説。32名さんいらっしゃい。129名さんさようなら。おいこんばんは、まゆみさんいらっしゃい。これなんだ、アドビフラッシュメディアライブエンコーダー。あ、エンコーダーあるんだ。ライブエンコーダーダウンロードして、仮想カメラデバイスって何がいいんだろう。仮想カメラデバイス入れたら意外といけるかもしんないな、高画質配信。サメさんの配信でもワド氏の話出てましたよ。ワドは頭いいって。頭良くないでしょ全然頭良くないでしょ。頭いいやつがあのロハコさんとキスしないでしょ。めっちゃバカっすよ僕。俺サメ島さんの方が頭いいと思うけどね。サメパイセンは頭いいっすよ、やっぱ面白いし。あとリスナー愛してるしね、あれがいいよね。リスナー好きなのが伝わってくる。やっぱリスナーさんは敏感だからね、配信好きかどうかとかよく見てるからね。2連休だやっと。生ボ関連の話で頭いい、ずる賢いって言うんでしょそれ。頭いいんじゃなくてずる賢いんでしょ。全然頭良くないよ。でもさ、なんか働いた方が損する世の中って絶対おかしいと思うんだよね。俺法律は本当に改正すべきだと思ってるからな、ガチの話すると。マジでこの国の法律おかしいよ。そう思わない？だから働いたら損するってバカかよと思うよ。俺はなんかこの国の法律おかしいなってちょっと思う。働く人がね、やっぱね、得する社会。だから今の貨幣価値で言うと、手取りでやっぱね、25万以上、手取りで。だから額面で言うと、28万とかかな、それくらい稼げないとダメだと思うよ。税金高すぎるんだよ、日本は。日本の税金はおかしい。税金と税金の使い方がおかしい。若い人が働こうと思わないよ。報われないっすよ。まあ年功序列の社会がもう終わってるからね、正直言うと。てかあとね、昔から疑問なんだけど、土曜日日曜日って意外と配信かそってるんだよね。みんな配信やらない、なんでなんだろう。リスナーさんが一番見るの金土日だと思うんだけどね。意外とね、みんなリア充なんだよね。配信やらないんだよ。それが不思議なんだよね。
俺としてはありだなと思ってるけど。カルシウムだ。うん、ふわつきた、ふわつきた。今、ふわつメインサイトにしてる。金曜少ないよね。うん。キャスもね、意外とね、金曜日配信者いないんだよ。だから金曜日、リスナーさんと会ったりさ、なんか、プライベート楽しんでんだろうなと思って。そこちょっと不思議なんだよね。リア充多いんだろうな、最近のやつは。そうだね、あの23時以降はあの人がやってないから結構ありだなと思ってる。俺もありだな。やっぱ人がやってない時間帯はありですよ。早すぎてもダメ。だから夕方と朝方っていうか夜中とか誰も見るのがない中でやるのがいいなというのが俺の感覚かな。みんなが暇してて、あ、和道見っかみたいな、和道でも見てやるかみたいな、そういうノリが一番いい。画像綺麗だよ、ふわっち、うん。画像めっちゃ綺麗だよ。あと、ラグも少ないし。あ、そうなんだ。まゆみさんも配信者なんだ。よろしくです。あ、そうなんや。ニコ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 って書いてあるから、ニコニコ出身系かな。ニコニコ系配信者っぽいよね。でも、だんだんさ、もう配信者とさ、リスナーさんの垣根がどんどんなくなってきてるよね。配信者の人口がすげえ増えた気がする。キャスあたりから。なんか昔は配信者は配信者、リスナーはリスナーって役割分担があったと思うんだけど、今はね、もう誰が配信者で誰がリスナーとかそういう区分けがなくなってきてて、みんなそれぞれ配信もやってるし、リスナーもやってるっていう、なんかそういう感じになってきてる気がするな、どん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 。まあそういう時代なんだろうね。基本はリスナーなんだ。いいよね、うん、誰でも参加できて誰でもあの好きなこと言えるっていうのはいい社会です。テレビとかはおっかないだろうね。こうメディアの力とかメディアがどんどん力を失っていくわけだから怖いと思うよ正直。枠開けっていう人がいれば開けてるね、思ったんだけどさ、ふわっちで寝配信とかってみんな見たいの？どうなの？ふわっちって寝配信結構多いって聞くんだけど、結構長丁場で配信してる方が嬉しいの？みんなは。雑談とかしないで、ずーっと枠を開いてるっていうのはどうなの？スタイルとして。やっぱりしっかり雑談やってほしいって感じ。需要があればやろうかなとかも思ってんだよね。寝配信も。需要ないかな。寝配信はアイテム狙いか。さあいいや。朝起きたらいくらが入ってねえかなみたいな。それってでも女の子とかさ、大手配信者しかできないよな。そう思う。やっぱみんなアイテム欲しいんだね。まったりやろうぜ俺らは。アイテム女の人はいいよね。きっといろんな人がアイテムくれる。やっぱあの配信は女有利だよ。絶対に有利。女だって俺思うもん。女の人の配信見たいって。絶対女の人の方がいいでしょ。だっておっさんの配信とかってさ、雑談とかが面白いとか、キチガイとかしかニーズねえもん。難しいよやっぱ。
リスナーに無理させたくない。アイテムが絡んでるのであんまり開けないようにして調整。ああそういうことか。優しいね。これが契約書か。そうなんだよね、最低時給上がったんだよ東京都。知ってる？今最低時給932円なんだよ。そう、給料上がったんですよ。そうそう、932円で契約書を巻き直したんだよね。あー花火ありがとう。おーカルシウムありがとう。また来てまた来て。うん、いつでも気軽に。多分ふわっちにずっといるからありがとね花火。サンキュー。これが重要事項説明書、利用契約書。これか、利用契約書。働いてるよ今。3ヶ月ぐらい前から働いて、4ヶ月ぐらい経つ。もう給料2回もらってるから今3ヶ月目か。そんなにがっつりは稼いでないけど、バイトって感じかな。配信だけじゃ食ってけねえからさ、だから。おい花火ちゃんいらっしゃい。なんか花火ちゃんっていう人2人いるんだけど、全く別の人だと思っていいのかな。それは花火ちゃんって2人いるんだよね。これが9月分。これが10月分の給料か。偽物がいるな。あ、そうなんだ。オッケーオッケー。なんか花火さんってもう一人いたから、なんだろうな、なんで同じ小手半なんだろう、疑問だったんだよね。これは医療、これはあれだ、病院だ。今日役所行って、申告してきて、お金返してきた。働いた分のお金。部屋ね、暗いのはそういうレイアウトにしてるから。わざとわざと。普段は蛍光灯つけてんだけど、配信は雰囲気良くするために、豆電球。豆電球じゃないか。なんつうんだ。間接照明使ってるの。なんか落ち着いて放送を見れる、目に優しいと。ほらポッポルンいらっしゃい。42,400円をお国に返還しました。42,400円を国に、新宿区に返還しました。で残りのお金は交通費とか、あと働いた分で自由に使っていいですよっていう補助っていうんだけど、税金を少しでも返さないとね、国家の負担を減らさなければいけないから。国家の負担を。だからね、ネットではね、だからいくらもらってんだ、
ちょっと計算してみようか。手元に残るお金、俺今月の給料が、今月の給料がね、新宿区はねちょっと多いのかもしれない。今月の給料が手取りで69,839円でしょ。で、引く6800円、引く6800円じゃなくて、69,839円が給料で、引く42,400円は、27,000円引く、6800円は2万円ぐらい手元に残るんだね。ニコ生ね、彼女がね爆発したんだよ。俺の彼女がコミバッハ勝手にしちゃってニコ生なくなっちゃったんだよ。だからふわっちメインでやってくわ今後。もしよかったらフォローして。花火来たー。花火はね、さっきね、なんだっけ、花火はね、カルシウムっていう、古いリスナーさん、昔のリスナーさんなんだけど、昔からいる、カルシウムさんがね、また来るわーっつって今投げてくれた。ありがとうございます。よし。で、これはなんだっけな。絵とかイラストとか、このファイル結構愛用してんだよね俺。これかっこよくない？この革っぽいシリーズ。 YouTube で見たから理由知ってる。あ、そうなんだ。サンキューサンキュー。いや来てくれて嬉しいよ、ありがとう。このファイルもパンパンだな。だから匠さんがね、やってくれてるのは結構ありがたいんです。いい感想ね。まあ我慢してよっつうか、まあ好きな女だからね、俺が惚れた女だから我慢がどうっていうか、やっぱ付き合うとか一緒に生きてくっていうことはさ、その人のことを受け入れることだと俺は思ってるから、パートナーだからね。俺の大事なパートナーだよ。今も編集中、ありがとう。たくみさんパートナーだよ。かっこいいなっていうか、それが普通じゃない？だからね、俺ね、ほら、親とかが早く離婚してたから、家族っていうものに対するこだわりがすごい強いんだよ。俺は飲んだん家族だから、俺の。俺にとってはね、結婚はしてないけど、俺の大事なパートナーだから。彼女のことじゃなくて冷静に対処できたって意味。ああ、いやでも気が狂いそうになるよやっぱ。今日もだって今日もだって朝起きたら彼女が自殺しようとしてて、今朝っていうか昼間はだってあれだよ、彼女飛び降りようとしてたんだよ。気が狂いそうになるけど、そこはねやっぱ淡々と、男はドンと構えてないとダメだし、あんまり動じないようには、動じてるんだけど動じないようにしてるっていうか。そうだよ、彼女大変だったんだよ、飛び降りる寸前だったんだから。バタバタですよ毎日。毎日大変よ。そんなん聞いたらオフ会行く気なくなるやん。そう、楽しいよ。トラブルメーカー俺結構嫌いじゃないから、だから愛情が深いし一生懸命生きてる子だから、俺はそういうとこ好きだからね。
怖えもん、俺は部外者やからさまあな、まあ、普通に聞いたら怖えよな、確かに。なんなんてなるよねまあいいじゃん、俺が惚れた女だから。今ね、書類の整理してる。なんか今日病院行ったりとか、あと給料明細とかを整理して区分けしてた。こんばんは、なんかクワットさんって読めばいいのかな。クワットさんこんばんは。書類の整理、俺はほらあのアスペだからこういうのをきちんと整理しとかないとなくしちゃったりとかすぐするんだよ、うん、全部ファイリングした。給料は給料で、給与明細とか、うん、かい仕事のファイルとかこういろいろ仕分けしておいて、これがあのなんかアートとか制作物とかを保管しておくファイルで、これがあの会社関係の書類、契約書であったりとか、この機密事項とか給与明細の、これ給与明細なんだけど、そうやってね管理しておかないとダメなんですよ。すぐなくしちゃったりするから、うん、ありがとう。ポップにもフォローしといてね。よろしく。また来て。生存確認は俺じゃないけどな。俺が自殺しようしたわけじゃないから。俺は生きてるよ。ちゃんとしてる、見習わなきゃ。全然ちゃんとしてないよ、俺は。全然ちゃんとしてない。全然ダメダメですよ。ダメ人間だからこういうことやらないといけないんだよ。ダメじゃないやつはこういうことやらなくてもできるから。だから、意外とね、俺バッグ汚いイメージあると、意外とバッグもなんか綺麗なんだよ、ほら。区分けされてるんだよ。綺麗でしょ？例えば、配信機材の、ウェブカメラとかはここに入れてんの。ウェブカメラで、このインターネット配線関係、こういうイヤホンとかはここに入れてんの。で、すぐ取り出せるように赤にしてて、そう、意外なんだよ。で、手帳でしょ？手帳でしょ？あと印鑑とか通帳とかは全部こん中、革の。ほら。すぐ取り出せるようになってる。こう、これは薬の関係なんだけど、こう、なんだろうな、薬の病院の、その、カード。で、お薬手帳。あと、障害者手帳とか、要は、この中にあるものは、全部病院関係。で、パッチリも、この中に、一個に収まってるから、すぐ、こう、パッて取り出せば、障害者手帳も出せるし。そう、意外とねそういう性格なんで俺、うん、女の人みたいでしょ。意外とね袋の中とかごちゃごちゃになるから。これはねアスペルガー症候群ってやつよね、昔で言うところ。今病名変わったんだけど、アスペルガー症候群です。アスペ、今はね、自閉症スペクトラム障害って名前が変わったんだよ。ADHD も入ってるね。注意欠陥多動性障害も入ってる。アスペルガー症候群は AS、なんだっけ、ASD だっけな。アスペはなんか3文字だったよね。ASD だっけな、なんだっけ。で、携帯電話とか電池切れた時、読むものないと寂しいから、ヘルツのパンフレットを入れて、こうやって革製品見て、電車の中とかで楽しんでる。革製品いいなぁとか言いながら。ポシェットも欲しいなぁとかね。うん、便利だよね。
なんだか部屋も最近は片付いてるな。なんかね、YouTube で、アカデミーって言って、YouTube が大学を開いてるんだけど、映像のプロとか映画監督とかが、映像はこういう風に撮れっていう、映像表現とかを教える動画セミナーがあって、それを受講して、なんか、こう、部屋を綺麗にしてる感じかな。部屋を綺麗にするっていうかね、そう、見せる映像の作り方っていうのを勉強してる感じ。本当はね、これもこうやってやった方がいいんだよね。月刊ムーが好きっていうのを表すんだったら、あえてこういう置き方、配置の仕方とかをこだわった方がいい。もうちょっと奥かな。この辺かな。見せる営業、英語、映像技法っていう。それを勉強したんだよ。こうやってやると多分配置的にはすごい良くなる。無駄なものがないっていう。好きなものを飾っていけば、この人はこういうのが好きなんだっていうのが伝わるから、例えばドラゴンクエスト好きな人だったらここで一ネタあるし、漫画好きな人だったらここで漫画ネタ拾えるし、そういうのがいいらしいよ。おーペランチョ様はワドツいらっしゃい。なんかごめんね、昼間なんか迷惑かけたみたいで。ほんと助かりました。ありがとう。ごめんごめん。助かったよ。いやー、俺もタイムシフト見たけど、金玉ヒューンってなったよね。金玉がヒューンってなった。よくあんなことできるよな。あれは怖かった、見て。玉ヒュン、玉ヒュンだよ、玉ヒュン。超怖えわ。おー、姉ちゃんはどつー、いらっしゃい。フォローしてね。いやー、自殺配信は超やだよ。愛する彼女が自殺するとかも最低だよ、本当に。もう二度とやめてほしいわ、うん。明日会うけどね。明日会う約束した。明日は彼女に美味しいもん食べさせようと思って。超怖かったわ。びしょびしょだったんだ。いや、足滑ったらもう二度とアウトだかんね、あれは。いや、彼女が今日昼間自殺配信やってたんだよ。いや、配信者じゃないよ。配信者じゃないんだけど、ヘラってツイキャスで飛び降り自殺配信やって、昼間大騒動だったんだよ。うん。大変だったんだよ。いやー、きつかったね。バンになったんですか？いや、俺のアカウントでの配信じゃなくて、彼女の配信だから、アカウント。バンになったかどうかは分かんないけど。そこは知らん、俺。アイラも来てたの？結局、警察に保護された。うん、大丈夫。いや、彼女はね、今、家族にね、もう、徘徊するなって言って隔離されてる。今日会いに来ようとしたんだけど、弟に聞いてくるっつったら、弟が怒ったって。お前ふざけんなって。今朝お前自殺配信や、自殺しようとしてて、また徘徊するとかやめろとか言って、明日にしなさいって怒られたらしいよ。今家でね、軟禁状態らしい。そう、警察に保護されて終わった。うん。タラマルさんいらっしゃい。
その警察に保護される瞬間だけ見たから、あの柵まさか越えてると思わなかったから、普通に新宿の底のビルで柵越えて普通に足ブラブラさせたりしてんだよ、うん、まあ明日ならいいんだと思って、まあ、慣れてんでしょ、家族は、家族は慣れてんだと思うよ。またすげえ俺よりキャラ強い彼女と付き合っちゃったからね。最近もうここ1ヶ月ぐらい彼女の話題で持ちきりだからね、うん、彼女ネタばっかりですよ。もう俺よりもね彼女が気になってしょうがないね。みんな悩みすぎてじゃなくて、弟なんか Wi-Fi を契約したら、勝手に契約したら弟に怒られて、で減らって自殺をするっていう。彼女のツイッターに文章全部載ってるよ。彼女が今日の経緯を全部書いてる、うん、そうそうそう。だから今日はいない、彼女。彼女がなぜ自殺をしようと思ったかっていうのは全部彼女がツイッターに書いてて、みんなで読んで爆笑したんだよね、うん、なんか最後に食べようと思ったマクドナルドはめっちゃ最高だったとか、ディティールがすごい書かれてて、クソ面白いなこいつと思って、うん、醤油を1リットル飲んだら死のうと思ったけど死ねなかった。2リットルじゃない、100ミリグラム飲んだら死ねなかった。よし、今度は200ミリグラムを飲もうとか。うん。アイラが台本で言ってた。台本なんてねえよ。俺仕事中なんだから。あんな台本やらねえよ。ていうか台本を超えてくるからな、俺の彼女。俺の放送一切台本ないです、ね、煽るね。本当に台本なんて一切ない。もう大変なんだから。すごい可愛い彼女で、愛おしい彼女で、最愛の彼女だけど、ただ問題児だから、俺より問題児だから。そう、昨日だっけ一昨日だっけ、もうミュールと大喧嘩して、その前はカオコと大喧嘩して、もうすごいよ、罵り合いだったからね。ノリコ P は破天荒だよ、うん、ノリコ P はめちゃめちゃ破天荒だよ本当に、うん、ただまあ好きだけどね、全然、むしろ一緒にいて居心地いいから、本当にね、ああ好きだなって思うね。本当にこんなに人のことを好きになったのは久々ですよ、うん、すごいね可愛いんだよ。なんか一人で勝手に泣き始めて、なんか号泣してんの一人で、なんか俺が寝てたら、どうしたのっつって、なんかあったって聞いたら、ご飯が美味しいのーって言って一人で泣いてんの。やべえなこいつと思って。俺はもうめちゃめちゃ笑ってんだからだからね。こいつやべえと思って。ご飯が美味しいのーって言って泣いてて。どうした、なんでご飯美味しいのって聞いたら。なんでご飯美味しいのって聞いたら。ずっと10年近くパソコンの前で一人でご飯食べてたから。ご飯が全然美味しくなくて、和道さんとご飯が食べるととっても美味しいって言って、なんかワンピースみたいな世界観出してくるの。ワンピースのチョッパー編みたいな世界観出してくるから、もう可愛いなこいつと思って。めちゃめちゃ可愛くない？すごいな、もう本当にコミュ障で、本当ひどいんだよ。なんか想像つかないかもしれないけど、俺とのんたんですらほとんど会話ができないぐらいのコミュ障なのね。おう、そう、本当に意思の疎通あんまりできないんだよ、うん、だからその感情が溢れてくるの、溜まったものが溜めて 2,3 日後に爆発するタイプだから面白いんだよすごい、うん、なんかあと一人でなんか一言なんかぼやいてることが多いんだけど、なんか和道さんといると魔法使いになれるとか、なんか一人で言い始めて、なんかくるくる回りながら、和道さんといると魔法使いになれるみたいな、なんかお前ダンサーインザダークかよみたいな、ちょっと面白いんだよ本当に、うん、一人でなんかくるくる回り始めたりするんだよ、うん、
もう喜怒哀楽の緩急が激しすぎて面白いよ。ガチメンヘラだからね。感受性が豊かすぎると。めちゃめちゃ面白い。俺の女は。なんか、もういいキャラが集まってきたよ、本当に。二人で配信全然するする、うん。全然するよ。あの子はだけど、ピンで配信やっても多分大手なれるよ。うん、配信に興味が向いてないから、なんか顔出すの恥ずかしいとかじゃないんだよ。やらない理由が。つまんねえからっていう理由で配信やらないの。だから配信楽しいってなったら、あれ大手になるよ、本当に。気も座ってるし、行動力半端ないから、腹くくった時の。すごいよ。だから天才すぎて周りが大変タイプだよね。俺が言うのもなんだけど。だからね、破天荒な女好きだから、俺よりも破天荒なのはいい刺激になるね。むつおさんいらっしゃい。元気だよ。元気だよ。むつおさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。フォローがまだな人はフォローしてください。あんなビルの柵を越えるのは勇気いるし、すごい。いや、なんかね、だから危ういんだよ、ある意味。本当にね、めちゃめちゃなんだよ。なんかリストカットの後が左手がこっからもうここまで、なんかリストカットしてないところがないぐらいリストカットの。しかも古傷なのね。なんか多分ね、10年前とか20年前の古傷なんだろうけど、もうこっからここまで左手はなんか全部包帯巻かないとダメでしょっていうぐらいのケロイド状態なんだけど、なんかここら辺に大きな傷があったので、それ触れないでいたのよ。ただもうリストカットはしないでねっていう約束で付き合ってるんだけど、これなんであるのかっていうのを俺聞かなかったのね。むつおさんごめん、覚えてないわ、ごめんね。で、最近なんか、その、放送で彼女が言ったのが、これ傷？うん、自分でメスで皮膚切って縫い合わせてんのって。今この傷全部治すのって言って、メスを医療用のメスをアマゾンで買って自分で皮膚をガッサバいて、自分で縫ってるのよ。もうだからやめてっつって、そういうの。もう発想がぶっ飛んでるの、全部。で、なんか、ガソリンかけて皮膚燃やしたりとか全然平気なのよ。なんかもう世界観がぶっ飛びすぎててやべえよ、本当に。お前ブラックジャックかよ、みたいな。だから、その指も病院連れてったじゃん、大怪我した時。そのあったじゃん、朝方にさ、彼女がずっこけて病院指パックリ切っちゃってさ。で、まだ1週間しか経ってないのに、抜歯が終わってたもん。で、おかしいと思って、1ヶ月後っていう話だったの、俺は病院で聞いた時。救急隊員とか病院に聞いたら、1ヶ月後抜歯しましょうって話だったのに、なんかもう回復してんの。意図もないの。で、お前どうしたって聞いたら、ああ、自分でやったって言ってたから。ああ三者審査であったいかつい人っすか？闇将軍の人？闇将軍の時乗り込んできてる人？ん？あ、違うか。三者であった。三者であったムツオさん？誰だっけ？あれ？ムツオさんって誰だっけ？ごめんなさい、覚えてないです。俺人の名前覚えるのめちゃめちゃ苦手なんです。すいません、本当に。失礼でごめんなさい。悪意はないです。ごめんなさい、ムツオさん。ありがとう。来てくれて。ごめんなさい。僕、人の顔と名前覚えるの、障害持っててめちゃめちゃ苦手なんですよ。ほんと申し訳ないです。あれ？もしかして、むつおさんってあの人かな？金梅さんとひかるくんと一緒にいた人？金梅さんとひかるくんといた、あの人かな？もうやめよう。別の人だったらもう悲しくなってくるだろうから、もうやめよう。いい感じのおしゃれな人かな？おっちゃんかな？なんかおしゃれなおっちゃんがいたんだけど。何さんだったっけな？
金梅さんとね、ヒカルさんともう一人いたんだよ。めっちゃ、なんか、こざれたおっちゃんが。なんか、自分で店やってる人。イケてる親父がいた。イケてるおっちゃんが。どんどん失礼になるパターンだよね。それでもないってのって。じゃあ誰なんだって。じゃあ一体誰なんだ、俺の知ってるムツオさんは誰なんだっていう。謎が謎を呼んでいくよ。人の名前覚えられる人羨ましいんだよね、本当に。覚えらんねえからさ。YouTube で見たらある。もう。そっか。クラブサンド、クラブハウスサンド何？卵をさ、マヨネーズでこうぐちゃぐちゃにクラッシュさせて、チーズでしょ、ベーコンというかハムか、ハムをもう超重ねて、明日彼女に食べさせよう。彼女は俺が作る料理美味しい美味しいって食べるから、可愛いんだよね、ハムハム食べるから。フォローって見てる画面からそのままできるのかな？どっか下の方にない？パソコンで見てるか、携帯で見てるかわかんないんだけど、下の方にフォローするって出てくると思うんだよね。ああ、旅配信ちょうど去年ですね。去年の今頃は終わったぐらいかな。ちょうど稲子の家についてんのもこの時期かな。いや、もう終わってるわ。10月の末って何やってたっけ？もう1年ちょい経ってるね。クワッドさん。下にフォローってどっか出てるはずだよね、いいじゃん。だからどっかしらでできると思う。しかもね、姉ちゃん、このサイトすごいんだけど、アイテムを投げるとお金がもらえんの、俺。だから稼げてんだよ、このサイトで。アイテムっていうのをリスナーさんが投げることができるのね。で、うん、できた？オッケーオッケー。で、アイテムを投げると、その、ほら、ツイキャスってさ、お茶とか投げれるじゃん。お、ムツオさんありがとう。フォローありがとう。よろしく。そうするとね、稼げるから、もう1万5千円ぐらい稼げてるんですよ。だからね、配信で食っていけるんじゃないかなと思ってね、頑張ってるの今、うん。お、フォロワー増えた。うん、姉ちゃんありがとう。面白いよ、いろんな機能が。結構このサイトはね、面白い。これから伸びるサイトって言われてる。まだ1、ふわっちは、フーウォッチから来てんだよね。ふわっちって。フーウォッチから、うん。誰を見るって意味か。フーウォッチ。ふわっちって言うんだけど。何のアイテム？誰か試しにアイテムお願いします。何でもいいんで。誰か試しにアイテムください。アイテムをリスナーさんは買うんだよ。リスナーさんはいろんなアイテムが売ってて、アイテムを買うんだけど、それを配信者にプレゼントすることができるの。で、プレゼントされる、買った時の半額、あ、風船ありがとうございます。たくみさんありがとう。こういう風にアイテムをくれると、俺にもお金が入ってくるの。だから、その、配信を、こう、アイテム、ポイントが上がると、どんどんおすすめに乗るんだけど、そう。こういういろんなね、アイテムが売ってるんです。はい、このサイトの中で。そう。だから、その、この配信応援したいなと思って、ランキング、おすすめ、広告を打ちたいっていうとき、広告なんだよ、この風船とかいろんな広告の種類があるんだけど、このアイテムが課金できるの。そういう仕組み。だから、リスナーさんは応援できるし、応援されたら、お金がちゃんと、なんつうの、配信者も報われるっていう、その、なんか、連携が取れてるシステムなんだよね。この発想はすごいなと思う。面白い。よくできてる。
放送主はお金入るよね、ふわつい。大体ね、買った時の半額が入ります。買った時の半額が入るし、あと実はね、みんながコメント打ってランキング上位に行くと、ランキング上位者にボーナスが入るから、だからコメント打つことも支援になりますよ。コメント打って放送盛り上げて盛り上げていくと、お金が入ってくるの。そう。だからね、いろんな形で支援ができるから面白い。コメント、そうそう、コメントを打ったら1コメントにつき1円とかそういう仕組みではないんだけど、コメントを打つのもポイントに加算されるの。そう、ランキング上位に行く、あと見てる、見ること自体もポイントに加算されるから、一番いいのは課金されたアイテムが一番影響力強い、その次にコメント数、その次に閲覧数。だからコメント打つのを見るのもアイテム送るのも全部がトータルポイントで誰が一番優秀かで、毎日そのランキングが出るんだけど、1位になった場合、あ、はおお、すげえ、ありがとうございます、姉ちゃん、おお、すげえ、姉ちゃん、ありがとう、ありがとうございます、こう、うん、すげえな早えな姉ちゃん。でこういう風に花火がボーンって上がると、花火が一番効果的なアイテムなんだけど、花火が上がったぞっていうことで、このサイトのおすすめに載るでしょ。で、1位を取ると、毎日1回1位ってランキングが出るんだけど、1位取ると、今度はふわっちから1万円がプレゼンされるの。1万ポイント、ボーナスって。で、この1位っていうのは月に1回しかもらえないの。ハートプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。だから、この配信者をみんな見てっていう風にやるじゃん、アイテムだけで。ハートありがとうございます。そうすると操作簡単なんですよ。しかも花火とかはさっき姉ちゃん見てたらわかると思うけど、こうコメントがボーンって、こうブラックアウトっていうの、コメントが消えるじゃん。だから放送が盛り上がるの、おーってみんな目立つから。みんな見てるとき自分のコメント欄が消えるんだよ。だからコメント欄に花火が出るっていうのは面白い。ハロウィンのお城3000円だけど、それの場合は1500円入るのか。そう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 、ハロウィンは今一番高いやつで、あの、期間限定で販売してるやつなのね。だから、花火よりも影響力が高くて、ハロウィンは特別なやつなの。期間限定の。だから、ハロウィンキャンペーンみたいなのもやってるのね。ハロウィンのグッズをいかに集めるかみたいな。そうそうそう。そうすると、3000円が、3000円の広告なんだけど、俺に1500円入るっていう。給料として入るっていう。そう。だから、アイラっていう名前の人がいるんだけど、アイラは、1ヶ月1400万ポイント、リスナーさんが3人ぐらいで1400万かけて、で、アイラに給料700万入ってるっていう、わけわかんない状態になってる。やばくない？配信でさ、毎日放送してるだけで、1ヶ月700万入っちゃうんだよ。超やべえと思った。ただ、ふわっちは、規制があって、1ヶ月に1回給料日を決められるんだけど、給料を引き出すときは50万まで。そう、現金で引き出すときは50万まで。で、ポイントに変えるのは、アマゾンポイントとかを変えるんだけど、それは大丈夫みたいな。50万の範囲に入ってない。だからいろんなやり方があるらしいよ。うん。それすごいよね。うん。だから現金は1ヶ月50万固定で、風船ありがとうございます。1ヶ月50万で、お菓子プレゼントありがとうございます。あざます。で、しかも、もっと面白いのが、リスナーさんの中でいくら課金してるかの、うおーおお、ありがとう、びっくりした。ありがとうございます、ありがとうございます、姉ちゃん、ありがとう。で、今度誰が一番応援したかっていうのもすげえよね。エフェクトびっくりするよね。コメント読んでる時に急にお化け出るからびっくりするんだよ。ありがとうございます、すいません、あざーす。で、多分今1位になったんじゃないの。どうなんだろう。今5位だね。今俺5位。今5位。これびっくりするよね、ハロウィン。で、なんつうんだろうな。いろいろあるんですよ。リスナーさんがランキングも乗るの。誰が一番支援してましたよっていうのをみんなが見れるから。今、多分ね、1位がハッチで、2位が彼女で、3位誰なんだろうな。3位誰なんだろう。
ランキングは3位がね、サイダフワーカさんだね。サイダフワーカさん。4位がナオタクさんだね。で、6位がクミタン。5位がね、ナオナオナオさん。7位がモネさん。8位がヨンヨンさん。9位がナギタンさんっていう風に。こういう風になんかリスナーの中でも、なんかこう、誰が一番支援してるかっていう。そういう仕組みになってて、面白い。だホストだよね、ホスト。ナンバーワンホストを争う戦いだよね。推し面をこう上げてくゲームだよ。和道を育てるゲーム。ありがとうございます。クミさん下がったね、絶対。姉ちゃんがランクグワッて入ったよ、今。だから月末はね、締め日があるから、なんか配信者が結構アイテムくれくれって煽るらしいんだけど、俺はあんまそういうのやらないで、お布施スタイルでやろうと思う。くれくれはやらない。それが、まあ、いただいたものは超ありがたく感謝するけど、ぶったスタイルだから、自分からくれって言わないで、こういただくっていうスタイル。いただいたものは全部大事にするっていう。なんか配信者の中では、なんか、なんだ、アイテムくれた人しか俺コメント読まねえからみたいなことやって、1000万とか稼ぐやつもいるんだって。ホストクラブ行ったことあるけど、ハマらなかった。嫌い。ホストクラブね、面白い男に当たるとハマるよ。多分ね、姉ちゃんはね、普通の色男みたいなのついちゃったんだよ。要は、顔で売ってるっていうか、枕営業してる系。本当にね、サパオみたいなやつがいて、面白いホストは本当に面白いよ。だから、多分ね、姉ちゃんが行くべきなのは、竜宮城とか、クラブ愛とかの古いホストクラブに行った方が面白いと思う。要は変な、なんか若手のホストクラブじゃなくて、もうかっちりやってるところはもう、安心感あるよ。高いところ行くべきだよ、姉ちゃんは。どこ行ったの？ホスト。来月引っ越しあるから年末に頑張る。OK。年末頑張ってくれ。頑張ってくれもおかしいけど。和道さんの言うことに同感。そうなんだよね。なんかさ、あくまで配信ってチップだと思ってるの、俺は。配信って、結局、くれたら何をやるっていうのって、結局仕事になっちゃうじゃん。そうじゃなくて、面白いことやったからご褒美ね、とかお小遣いねっていうぐらいの感覚が一番いいと思うんだよ。じゃないと放送楽しめなくなるし、本来放送って無料で見るべきものじゃん。無料で見てさ、楽しむものだから、みんなが平等に見れて、その中でも、なんつうの、まあいいや、チップ、これくらいっていう、なんか気前のいい人がいたら、嬉しいなぐらいにしとかないとおかしくなるよ。なんかリスナーの中にヒエラルキーができちゃうから。だからね、みんな普通に楽しめる環境を作るのは、配信者の腕かなと思ってるよ。そうそう、金持ってる人がこう小遣い投げてくれるのが一番いいんだよ、ポーンっつって、てか姉ちゃんサムネイル設定しないの？姉ちゃんサムネイル作んないの？なんか預けなくない？姉ちゃんこれだと、なんか画像作れば、俺作ってあげようか、姉ちゃん作ってあげようか。なんかネイルの写真送ってよ、俺に。ネイルの写真送ってくれたら作るよ、姉ちゃんに。なんか好きなカクテルの絵とかでも何でもいいけど。竜宮城は昔何度か知り合いが行ったことあるよ。頼朝さん面白いよね。預けない女やから。預けない女って何？おい、マチルダワドツーいらっしゃい。盛り上がってるよ。57名さんいらっしゃい。夜はね、夜リスナーはね、結構ね、酒飲みが多いから面白い。なんかカクテルがいいんじゃない？姉ちゃん好きなカクテル教えて。姉ちゃん好きなカクテルとか好きな飲み物。なんか、いいよ。なんか瓶物でもいいし。俺が作るよ、今、姉ちゃんのサムネ。
カクテル嫌い？何がいい？おい、おはよう、風か。おはよう。おはようっていうか、時間が1時だぞ。今起きたの。大丈夫か？昼夜逆転してんだろ、風か。大丈夫。夜のお仕事なのかな？まあ、ふわっちがメインサイトになってくだろうな、今後。カクテル嫌いか、なんだろう。姉ちゃんが好きな酒。ポン酢か？ネイルでもいいし。旅配信、俺は昔から旅配信することと映画を作ることと10万人の人と出会うことを目的に配信始めてるから、そう、その3つの夢を叶えるためのツールが配信なんですよ。うわー、いいサムネ。モルダー捜査官さん、フォローありがとう。うわ、超懐かしい。 X ファイル、スカリーとモルダー、もう超面白かったよね。 X ファイル、ててててんててん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 。 X ファイルの面白いところって、1話ごとに監督が違うんですよ。で、当たりの回と外れの回がすげえあるの。なんか宇宙人の回で、この脚本書かせたらこの監督が強いとか、なんか10人ぐらいで作ってんだよね、X ファイルって。サムネイル特にいらないよ。ありがとうございます。そっか。うん。いや、X ファイル当たりの回はね、すごい好きだったんだよ。なんかだからキャラがね、コロコロ変わったりするんだよ。モルダー捜査官とスカリー捜査官が喧嘩する回もあれば、なんかめちゃめちゃイチャイチャしたりする回もあって、キャラブレてるだろうと思って、この前の回喧嘩してたじゃんみたいな、お前らなんか仲悪い感じになってたじゃん。それが面白かったんだよね、 X ファイル。さっき金映えのベッドにいたリスナーさんがのんちゃんに似てた。ない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 。え、浮気してんの俺の女。マジかよ。え、本当に言ってる？え、嘘でしょ。俺の彼女金杯、え、嘘でしょ。ラブファントムがテーマ曲だった。ラブファントムって言うんだ。え、ちょっと待って、俺の女じゃないよね。金杯の放送見ようか。え、金杯と寝てねえよな、俺の女。大丈夫だよな。大丈夫。広島だからないわな。そうだよね。今朝新宿で自殺しようとしてたんだからないよな。今朝新宿のビルから飛び降りようとしてて、夜広島にいるとかありえないよな。いや、ビビった。焦ったわ。寝ててもいいじゃん。減るもんじゃないし。俺結構その辺、寛容な方だと思う。うん。あんまり嫉妬しない性格かな。ヘラって広島。うん、いや、今日昼間大変だったんだよ。俺の彼女新宿から飛び降りようとしてて、で警察8人ぐらいに保護されてたんだ。超怖かったよ。ツイキャスの配信見たけど、タイムシフト。多分後で動画になるから、たくみさんが動画にしてくれると思うから、多分 YouTube で見れると思うけど、喧嘩したんじゃなくて、俺も原因分かんなかったの、連絡取れなかったから。で、彼女のツイッター、まあ彼女に聞いたら LINE で繋がって、夜どうして自殺しようと思ったのって言ったら、弟と喧嘩したって。弟と喧嘩してヘラって醤油を 100mg 飲んだんだけど死ねなくて、 200mg 飲むのは辛かったらしいの。醤油を 200ml きついなと思って、それで家出して飛び降りようと思ったんだって。彼女のツイッター見たことないよ。彼女のツイッターのりこ P で出てくるから、詳細がいっぱい書かれてるよ。結構面白いよ。すごいよね。破天荒だよね。そんなことで長生きできないじゃん。もう短命だと思うよ、ノンタンは。もういや、飽きさせない女っていうか、もうすごいやることが破天荒すぎるから面白いよ。なんか笑った時の、なんか笑顔の時はもうほんと天使みたいなのよ。本当に天使みたいなんだけど、もう、減らってる時とかはもう本当に悪魔みたいになるから。うん、もう、行動の幅、振り幅が激しいんだよ。うん。やべえよ。やべえ女と出会ってしまったよ、本当に。とんでもねえよ。てか、このヘッドホンマジいいわ。ずっとつけてる。もう会社でも愛用してるもん。
寝ちゃってた。大丈夫よよ。疲れてんじゃないの。うん。ラジオ代わりにして寝ちゃっていいかね。これリスナーさんからさ、先月プレゼントされたんだけど、あの子目が笑ってないから気になってたんだ。いや、メヘラなのは知ってて付き合ってるから。うん。うん。また明日、よよ、お疲れ。また明日ね。和道が普通に見える時点ですごい。そうだよ。ほんとだよ。うん、俺が振り回されるってなかなかだからね。俺振り回すポジションなんだけど、トラブルメーカーの和道なのに俺を超えて1週間に1回神回起こすからね。メロンさんいらっしゃい。うん、大丈夫大丈夫、連絡取れた。いやー、バタバタだよな本当に。毎日毎日本当にすごいよ。でもね、本当に彼女が描く絵は素晴らしいから、本当ね、なんかね、作品を作ってもらいたいんだよ。その時は抱きしめてあげてね。そうだね、明日ご飯作ってあげようと思って。やっぱ美味しいご飯を食ったらね、戦争は起こらないし喧嘩もしないっていうばあちゃんの理論だよね。ここは俺のばあちゃんが教えてくれた、うまいもん食った人間は争いをしないっていう、その理論をね採用しようと思う。明日はね、クラブハウスサンド作ってあげようと思う。彼女を描いた、なんか彼女なんだっけ、玉美の大学院出てんだよ。だからなんだ、玉美ってすごいんでしょ。なんか芸術系で一番トップ3とかに入るんでしょ。で、玉美の大学院出てて、画家みたいなことやってた。だから講師に村上隆とかだったらしいよ。大学の先生の教授がなんか村上隆とか、あいつ嫌いとか言ってたの。あいつ生徒に超人気なかったよとか言って。で、早稲田じゃない、多摩美術大学の大学院卒業してる。多摩美術大学と大学院卒業してる。だから絵めっちゃうまいんだけど、なんかメモ書きに試しに絵描いてみてっつったら、こういう感じ。なんかもうアウトサイダーアートの匂いがするんだよね。なんか綺麗な絵とか芸術的な絵じゃなくて、もうなんかドロドロした絵を描く。で、これ何を描いたのか分かんないじゃん。これ何なのって書いたら、和道さんが住んでる新宿だよって言ってたよ。これ新宿の地図なんだって、彼女にとっては。すごくない？感性が。これどう見ても新宿に見えないもんね。うん。食事はメニューじゃなくて時間だから、誰とどんな風に食事するかで幸せになれる。そうだよね。うん。だからね、彼女を付き合ってさ、ほら俺貧乏じゃん。だからすごいね、なんかすごいさ、プレッシャーなのよ。なんかどっか美味しいところ連れて行かないとなと思ってたりとかするんだけど、彼女のね、すごいコスパがいいんだよね。なんか初めてデートしようっていう時に、ご飯何食べたいって、とりあえず5000円ぐらいポケットに入れながら、プルプル震えながら5000円で足りるかなと思って、二人でプルプル震えながら、何食べたいって聞いたら、セブンイレブンって言ってたから、ファミリーマートとか、で、セブンイレブン行って本当何買うんだろうと思ったら、メロンパン1個しか買わないの。なんかね、本当にね、本当になんか物欲とかが全くないの、本当に。で、ご飯も全然食べないの。だったら俺が手作りでカレー作ってあげるとか、手作りで何作ってあげるっていうと、本当に美味しい美味しいって喜んで食べるんだよ。だからそのなんつうの、どこ行きたいとかもないのね。っていうかもう10年間引きこもってるから、引きこもりなの、超引きこもりだから外に出たくないのよ。とにかくになんか人間と関わりたくないみたいな 女の子だから、うん、ずっと一緒にいればいいみたいな人だから。だからそうなんだよ、食にこだわりないから、だからご飯食べさせようと思ってんの。そうなんだよ、俺それ分かる気がする。そう、だから命とかあんまり重要じゃないんだよ、ノンタの中では。自分の命がね、あんまりその価値っていうか重要してないんだよね。そう、なんか逆に言うとね、命が薄い感じがするんだよ。まあそこも惹かれてるところなんだけど、なんかほんと小説に出てきそうな女の子だよ。本当、村上春樹の世界に出てきそうな、なんかキャラクターで。すごいね。なんか感性がすごい、あと頭がめちゃめちゃいいな。なんか言葉にするのは苦手なんだけど、すっごい的確だったりするから、発言自体がめちゃめちゃ頭いいよ。もう自分より頭いい女とかあんま言わないじゃん。
本当に頭いいと思う彼女は、うん、どうなんだろうね、うん、俺は死ぬ気全然ねえぞなんで俺を殺そうとしてんの怖えわ発想、うん、僕は彼女にハマってますね、うん、でも俺も結構命についてドライだからな、結構匠さんが慌てて電話かけてきたけど、彼女お前自殺しそうだぞって大変なワード出てくれっつっていろんなリスナーさんから電話来たけど、あんまり、うん、人間死ぬ時は死ぬと思ってるから、今は家にいる、死んだら死んだでそれは運命だから、うん、あんまり動じない、その辺はね結構ね、なんつうんだろう、なんドライっていうか、うん、焦ったっていうか、いや俺そのまま俺、ね、今日遅刻したんだよ、で昼の12時くらいに鬼電もう LINE から何からブワーって来て、ブワーって来て、でみんな起きてワド大変だから起きてんなワド出てくれっつっていろんなリスナーさんから電話来たけど、あんまり、人間死ぬ時は死ぬと思ってるから、今は家にいる、死んだら死んだでそれは運命だから、あんまり動じない、その辺はね結構ね、なんつうんだろう、なんドライっていうか、焦ったっていうか、いや俺そのまま俺、ね、今日遅刻したんだよ、で昼の12時くらいに鬼電もう LINE から何からブワーって来て、ブワーって来て、でみんな起きてワド大変だから起きてっつって、で俺あ、うん、URL 送ってっつって10分くらいしたら警察に保護されて、あなんか飛び降りようとしてたんかその時は、ワド今すぐ行ってって言ったけど、俺そのまま普通に出勤したから、ね、あいいよって死んだら死んだでほっといていいっつって、俺責任取るからっつって、俺仕事行くわっつってそんま仕事行ったから、めちゃめちゃドライだから、うん、焦るっていうか、なんかもうそういう経験が多すぎるから、もう止めても無駄だと思ってるから、死ぬやつは死ぬし生きるやつは生きるんだよ結局、うん、責任っていうか、まあまあなんつうの、そう配信での責任っていうか、責任取れないとかじゃなくて、結局ね、でも命って責任取れないよ、うん、結局ね死ぬやつは死ぬんだよ、生きるやつは生きるんだよ、俺も自殺しようとしたことがあるから分かるんだよ、死ぬやつは死ぬの何やっても、で生きるやつは生きるの、そうそう説明責任って意味ね、だからあんまりね、そう死にたいやつは死ねばいいと思ってるし、生きたいやつは生きればいいと思ってるから、その辺はねあんまり感情が動かないんだよ。そんなことよりも、いきなり泣き始めて、ご飯が美味しいとかの方が、俺はハッピーになれる。そういうことの方が、なんか、和道さんといると魔法使いになれるって言って、くるくる回ってる彼女が好きだから。本当に面白いよ。その辺とかでくるくる回り出すんだよ。くるくる回転しだして、いきなり踊り始めるんだよ。どうしたの？つって、魔法使いになれるって。頭おかしいでしょ。彼女をなぜ大切に思ってるか分かってほしい。彼女になぜに大切に思ってるか、どういうことだろう。彼女になぜに大切に思ってるか、どういうことだろう。誰がいかに、彼女にいかに大切に思ってるか分かってほしいね。どうなんだろうね。足りないんでしょ多分。俺が、うん、それは感じる。要はね、俺の愛情なんかね、彼女からしたらそんなの愛じゃないっていうのは感じる。要はそれくらい俺のこと好きだから。もう、なんて言うんだろうね。俺に構ってほしくてしょうがないの、彼女は。俺のことが好きすぎて。だから、俺わかるもん。俺の愛情が100だとしたら、俺は今まで出会った女性の中で一番好きだし、この人と一緒にいたいっていうぐらい深い愛情があるけど、彼女の愛情が1万とか100万とかなんだよ。桁違いなんだよ、もう本当に。だから、もうそのギャップがすごすぎるね、もう本当。うん。それはね、発言とか行動の節々から感じる。俺のことをこんなに好きなやつ今までいなかったよ。
一緒に死んでって言われたらどうすんの？ふざけんなって言うね。ていうかそういうこと言わないし言わせないよね。言わせないのが生き様だから。でもね、あのね、多分これ冗談抜きで、多分ね、俺のためだったらね、あの俺の彼女は多分人殺すよ、うん、本当にそれくらい好きだよ。それ多分ね、ここのリスナーで、あの、ノンタンの今までの一連の流れ見てたら、多分わかると思うけど、多分ね、本気でムカついて俺のためだったら、多分人平気で殺すと思うよ、俺の彼女。それくらい俺のこと好きだと思う。下手に俺にちょっかい出す女とかいたらね、あの、多分刺されると思うよ。多分躊躇しないと思うもん。それは感じる。うん、俺のために生きてくれてるね、完全に。嬉しいよ。友達いない。配信だけが生きがい。夜中段ボールむしる。平日にゴムかぶってうろうろする。こんな和道がいい人と出会って嬉しい。だから似てるんだよね、多分。うん。もう10年間さ、あの、別にぶっちゃけた話ブスじゃないじゃん。ぶっちゃけた話さ、俺の彼女ブスじゃないし、スタイルも別に悪くないじゃん。見た目で言ったら。ちょっと性格とか、ちょっと頭がぶっ飛んでるだけで。別に見た目は悪くないし、モテると思うんだよ。だけど、そういう女が10年間引きこもってるっていうところで、多分、結構やばいやつだと思うんだよ。多分ね、はっきり言って、もう俺と出会わないと、多分ね、男の人と多分付き合わないで、そのままね、部屋に引きこもってずっと配信見てる生活だったと思うんだよね。だからそれはすごい感じるんだよね。うん。俺も彼女じゃないとダメな理由が多いし、彼女も俺じゃないとダメな理由が多いんだよ。だからもう付き合うべくして付き合ってるんだなって本当思うもん。いじめとかじゃないよ。もう人間が嫌いなの。だから俺とそっくりなんだよ。人間が嫌いなんだよ、本当に。仙人みたいになってるんだよ。うん。だから人と会話ができないんだよ、ほぼ。うん。リスナー、リスナーだ。普通にみんなと同じで、フェンダーさんと同じでこうやってコメント打ってるの。家族と一緒にいるの。うん。まあ、なんつうんだ、普通の家庭じゃないんだよね。うん、普通の家庭じゃない。まあ、いろんな意味でなんだけど、ちょっとその辺は彼女のことだから言えないんだけど、うん、そうだね、幸せだね。ただもうその嫉妬に反転するのもとんでもなく大変なんだけど、うん、まあほら、風花見てたかどうかわかんないけど、あのもう女性リスナーとトラブル2回起こしてるから、うん、そう。会ったことない女性リスナーと、お前ふざけんなよみたいな、もう殺すぞみたいになってるから。うん。だから大変よ。そう。愛は裏返すとね、嫉妬に変わるから。うん、だから何が大変っていうのは、パソコンも携帯も常に俺が寝ると、もう勝手に見るから。全部見られてる。やましいことないから別に見たけば見ろって感じなんだけど、俺は。見たけ見ればいいじゃんって思うんだけど、もうずーっと和道さんのメール見たもんとか言って見ても不幸になるだけなんだけどね。家族と一緒にいるっていうか、まあ一人暮らしみたいなもんだよ。見られてるよ、全然。だから俺と LINE するっていうことはもう彼女に全部見られると思った方がいいよ。彼女に全部見られると思った方がいい、本当に。困るんだよね。まあ、やましいことなんて一つもないから別に構わないんだけど、俺にバレたくないことは電話すべきだよ、本当に。隠す、別に隠す必要ないの。俺別に、セックスしてるところとか、オナニーしてるところとか、別に、バンにならないんだったら、365日、24時間見られてていいもん、全然。全然後ろめたいことないもん。ずっとカメラで映してたい人だから。むしろ見てほしくて配信やってんだから。うん、
隠し事も後ろめたいことも全くない、うん、本当にチンコを移してバンにならないんだったらオナニーも平気でできるもん俺ここで。だからそういう性格だからあの全然平気、同棲はしてない、うん、同棲はしてない。生活保護って同棲するときに許可がめんどくさいんだよ。たまに泊まりに来るぐらいかな。あとは頻繁に遊びに来るけど同棲はしない、うん、でもまあ彼女が新宿に引っ越してくる可能性はあるかな、近場に、うん、なんかよくこの辺でコンビニ行くときあそこで働こうかなとか言ってるもん。ヘラって間違えて和道さんのこと口説かないようにしないと命危ねえ。あーまずいよほんと、多分この発言で多分明日狙われるよ。ほんと気をつけないとダメだよ。これ冗談で書いてるけどこれガチに捉えるからね姉ちゃん、これマジでまずいよ。ほんとにこのレベルで刺されるからね。ほんとにこういう冗談で今までこういうこれが積もってるからほんとにやめた方がいいよ。こういうコメントマジで今見て口説いていいとか本当にやめた方がいいよ。マジで狙われるよ。言っとくけどこのコメントから IP 塗りたりとか余裕でできるからね。自宅特定とかマジでするから本当やめた方がいいよ。二人ぐちゃってるから。足の毛剃ってる配信でワドのペニス見たよ。ああはいはいはい、あのエミさんとのコラボ前日だね。なんかエミさんにパイパンにしてこいって言われたんだよ。俺のビッグマグナム見ちゃったか。フォロワーが増えました。フォロワーありがとうございます。スタフォンファンさんいらっしゃい。スタフォンファンさんありがとう。いや、ほんとギャグです。いや、どうしようどうしよう。いや、マジだよ。シャレになんないよ。ほんとに気をつけてよ。あの、冗談通じないからマジだよ。っていうか、俺が詰められるから嫌なんだよ。あの人とは誰？会ったことあるの？どこの人？好きなの？もうそっからもう泥沼。姉ちゃん死んだな、多分。本当に、こういうね、本当ね、本当にやめた方がいい。本当警告する、うん。冗談でもこういうこと言わない方がいい。今の俺はやばいから。うん、だって、本当に寝る前に言うんだよ。あの、本当に、これ冗談だと思ってるでしょ？これ本当に言うんだよ。あのね、寝る前に、ああ、和道さんのこと好きだから、世の中の女全員殺そうかなーって笑顔で言うから。これ本当だよ。で、しかもマジトーンで言うからね。そしたら和道さん浮気しないから全員殺そうかなーって言うから。マジで、あの、普通の人と付き合ってないからね、俺。うん。冗談でもやめた方がいいよ。超嫉妬深いから、うん、だから俺のためだったら、だから俺を刺そうっていう発想はないの。俺を殺すっていう発想は彼女の中にないの。俺が浮気しても女が悪いっていう、全部その女が悪い、死ねっていう発想になるから、俺を詰めることは絶対ないの。彼女今何してん？寝てるけどタイムシフトは全部見るから、うん、全部見るからね。不用意な発言と、要は、ノンタンの悪口と、俺を口説こうとする発言は、もう、ノンタンからしたら全て敵だから、本当にやられるよ。絶対やめた方がいいよ。あの、自分の命が、価値観がないっていうことは、それって人の命も価値観がないことだから、ゴミだと判断したら、普通に刺せるからね、彼女。ダメ。うん。いや、それくらい愛情深いから、怖えよ。それくらい愛されたい。俺は心地いいね、それくらい愛されてるのが、うん、俺は心地いいね、彼女でいると、うん、愛情が欠乏してるから、俺もそれくらいじゃないと調子が狂わない。それくらい好きじゃないと困るしね、俺の女だったら、うん、当たり前じゃん、うん、だから俺は赤ちゃんだから、いつも言ってるけど、俺が泣いた時に全て叶えてもらわないと困るのよ。俺が困ったーってビャーって言ったら、みんなが解決してもらわないと困るから。だからもう超優秀ですよ、彼女は。超愛してますよ。俺のこと一番好きなのは多分ね、俺が一番わかるもん。
狂ってるぐらい好きだからね、俺のこと。でもずっと一緒にいたいなと思う人は本当に初めてかもしれないね。あ、この人のことずっと見てたいなっていう、うん、なんか別に結婚とかは分かんないけど、あの一生関わってたいっていうか一生そばにいたいね、隣で見てたい、ね、だから浅井さんとかさ、ほら俺面白い人好きじゃん、石野浩介とか、それと同じ、それよりも強力なんだよね。浅井由紀子よりも強力で、何がすごいかっていうと、浅井さんって何言ってるか分かんないじゃん。浅井さんって基本何喋ってるか分かんないんだよ、俺。でも彼女は翻訳できるんだよ、あれ。うん。うん。浅井さんに嫉妬はない。っていうか、浅井さんはそれを超えてるっつうのかな。浅井さんが、二日前の朝発言したの覚えてるかな？水曜日の朝、いきなり来て、彼女を引き取りに来ました。彼女はこれから私と生活しますって言ってたんだよ。彼女、その時もヘラってたんだけど。彼女を救うために来ました、みたいなこと言って。で、浅井さんが彼女の絵見て泣き始めて、この子は天才だ、この子は生きてるのが辛かったろうに、天才は生きるのが辛いとか言って号泣し始めたの。なんか波長がぴったりやってんの、彼女と。で、そのまま飯に行っちゃって。なんか彼女を済ませる、なんか彼女は私と生活するとか言い始めて。なんかすごいんだよね。で、なんか、浅井さんが今、いっぱい書き溜めた歌があるじゃん。詩を書いてるんだけど、もうその出版社で出版するってずっと言ってんだけど、なんか彼女がなんか絵本を書くとか言い始めて、浅井さんの詩に絵本を書くんだとか言って、やれやれっつって、絶対面白いっつって。狂ってるでしょ。浅井さんのわけのわかんない天才的な歌詞に、彼女の天才的な絵がつくんだよ。狂ってるよ。俺絶対買うもん、そんなの。絶対狂ってる絵本ができるんだよ。うん、超面白いよな。超面白いよ。下手したらバカ売れするんじゃないの、うん、なんか超コアなファンがつきそうだもん。その絵本は買いだよな。うん、面白い。まあ、感性が鋭いんだろうな。買うでしょ。ていうか、彼女の、その本格的な書いた絵画、その学生時代に書いた絵画が、もうすっごいのよ。何がすごいって、虫の死骸とか絵の中に入ってんの。これ本物って聞いた、本物だよ、つって。ぶっ飛んでんだよ、マジで。なんか、絵画があるじゃん。もう絵もすごいんだよ、もう。心がぐっちゃぐちゃなの、もう。もう何が何だかわかんないのよ。なんかね、ハンターハンターに出てくる呪われた絵画みたいな感じなの。本当にすごいのよ。レクチャーはその絵見てるんだけど、彼女の家行ってるから。なんかね、もう呪い感がすごいの。で、絵の中になんか生き物みたいなのが張り付いてたから、何これっつったら、ああ、死骸って。虫の死骸っつって、虫の死骸が絵の中に埋まってるの。超怖えよ。ああ、全然違う、全然違う。もう綺麗なものと汚いものを同時に見てるから。天国と地獄がもう彼女の頭の中でずっと交差してんの。うん。だから、人よりも感受性が強すぎるから、なんつうんだろう。ね、すごいんだよ、本当に。うん。なんか子供っていうか天使みたいに笑うし、悪魔みたいに人を憎むの。もうそのね、振れ幅がすごいのよ。もう10分おきに変わったりするから。だいたいね、1日に1回あるんだけど、だいたいその日の顔見たり、声でわかる。あ、今日は天使だなとか、今日は悪魔だなとか。もうすっごい表現するから。もうすごいよ。ついていけないって言ったら失礼かもしれないけど、俺の想像の範疇をはるかに超えてくる。だからもう悪魔の時は関わらないよ。悪魔の時はだからいきなり、だからもう自殺しようとしたりとかね。いきなり俺のニコ生爆破して、俺のパソコンをハッキングして、リスナーに死ねとか送ってたりとか。俺が知らない間にだよ。仕事してる時に、勝手に、あれって、なんか携帯おかしいんだけど、つって。そしたら、俺の女リスナーに死ねよ、消えろとか、お前ぶっ殺すとか、送りまくってブロックしてとか。そうそうそう。うん。だからもう、なんつうの、もう喋らないんだよね。喋らないで行動を起こしてるんだよ。すごいよ、振れ幅が。
言葉じゃなくて行動でやるから、あの子。うん、だって、風花がさ、例えば俺が LINE で繋がってるすんじゃん、仮に。で、普通のやりとりをしてるとすんじゃん。今日放送面白かったよ、みたいな。あ、また見てね、みたいな。で、いきなり俺から LINE が飛んできて、お前ぶっ殺すの死ね。二度と連絡してくんなってきたらびっくりするでしょ。えってなるでしょ。そういうことをもう、ブワーってやるのよ。すごいよ。うん。だから俺も、女の人の LINE 削除しようか、今迷ってるもん、本当に。うん。俺があんまり忠告するからみんなコメント打つのビビってんじゃねえかよ。プルプル震えてんじゃねえかよ。刺されたくないっつって。ここにいる60人が今俺の彼女に怖くてコメント打てないって。怖いっつって殺されるって言って。ビビってねえし。指が震えてるよとか。すげえよな。男はね、有利だよね。男に嫉妬することはないから。あと面白かったな。さっきさ、超面白かったな。たくみさんから、至急連絡くださいみたいな LINE が飛んできたの。放送終わった後に、うん。彼女って本物、本物だよ、あれ。うん、トイプーさんいらっしゃい。放送終わった瞬間に、たくみさんから、至急連絡くださいって言って、そんなこと言う人じゃないかな。たくみさんどうしたんだろうと思って電話かけたら、相談があるんです。ちょっと大変なんですって言って、どうしたのって言ったら、のんたんから連絡が来まして、今回の私の自殺配信を和道の YouTube に上げろっていう風に言い張るんですって。でも和道とは話ついてるからって言うんですけど、本当ですかって言って、動画上げていいんですかって言って、いや、俺彼女そんな話してないよっつって。で、彼女が別に自殺配信の和道 YouTube に上げたいんだったら上げていいよっつって、でも僕叩かれないですかとか言って。なんか僕が彼女の自殺配信面白おかしくやってるみたいで、リスナーさん勘違いして僕叩かれないですかって言って、あ、大丈夫大丈夫、俺説明するから、つって。ぶっ飛んでるよね。別れてないよ。今朝大変だったんだよ、昼間。自殺配信しちゃって。ツイキャスで、新宿のビルから飛び降りようとして。うん、のんぴ、俺のフォロワーのところ見たら出てくるでしょ、のんちゃん。のりこぴーでしょ。俺のフォロワーの中にのりこぴーいるはずだけど。今、のりこだね。うん、久しぶりすぎて、うん、これが彼女のツイッター。自殺やばいっしょ。いや、もう本当に金玉ヒュンヒュンしたよ。タイムシフト残ってるよ。金玉ヒュンヒュン系だよ。これが URL YouTube で見れる。たくみさんが今編集してんじゃないかな、うん、わかんないけど、本当だ。自殺の理由は和道さんなんかやったんですか。いや、弟と喧嘩したらしい、今回は。それもツイッターに全部書いてある。うん、いかに、なんで私が死のうと思ったのかっていう長文のツイートがあるから、読んでみると面白いよ。うん、
飛んでるよな。もともと自殺願望ある彼女、なんか結構軽率に飛び降りようとしたみたいだけど、うん。おやすみ、くみた、また明日ね。おやすみ。俺も寝ようかな。あと15分で寝るわ、じゃあ。あと15分で寝る。そうしよう。明日、朝起きたら彼女がいるはずだ。寝配信って需要あるかな。寝配信やろうか迷ってんだよな。これは30分とかの区切りではないの。30分延長するには俺が50円払わないといけないの。だから30分区切りなんだけど、もう30分やるためには俺が50円払ってる。だからそう、みんなが今アイテム、さっきも姉ちゃんアイテム投げてくれてんじゃん。それで俺にポイントが貯まって、その50円分のポイントでチケットを買ってるので、最高4時間まで放送できる。最高4時間、今自動延長に設定してて、さっき1000円で20枚のチケット買ったから、うん、4時間配信するなら8枚チケットがいいのかな、うん、そんな感じだから、もうなんつうの、延長するための応援にもなるの。さっきのプレゼントはチケットが足りない時とかはこう和道にアイテムくれると延長できるようになったりする。そう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 。だからうまくね、その広告でもあるし延長もできるしっていう。ニコ生の広告はさ、お金払ったら終わりじゃん。要は運営が儲かるだけだけど、要は還元してるって感じかな。要はそのアイテムとか延長したかったら、要はそのリスナーさんが応援してくれると給料も入るしアイテムも買えますよっていう、そういうなんかバランスがいい仕組みだね。そんな感じで寝配信やろうかどうか迷ってんだよね。相変わらずしちゃったら、そうなんですよ、うん、コンプレックスだからあんま言わないで。天空山だ、天空山田返しさんいらっしゃい。そうなんだよ、疲れてる時特にね、舌が回らなくなるんだよね、うん、今日仕事上がりだからさ、疲れてるんだ。寝配信賛成反対、みんなどっち。寝配信賛成ですか反対ですか。寝配信つっても俺裏のベッドにいるだけだから、ただこういう画面が映ってるだけ、ここの画面が映ってるだけだったら意味ないよね。あー、飲んだ起きてた。飲んだコメント打ちなよ。飲んだ見てた。寝配信したら飲んだ和道さんち行けないんだって。分かった、彼女がそう言うから寝配信やりません。彼女起きてたわ。寝配信やったら俺の家来づらいって。寝配信はやめません。やめます。のんたんずっと見てたんだね、この放送。ポイントのみなの、現金に課金できないの。現金に課金できるのは1ヶ月50万円できる。要はアイラっていう生主がいるんだけど、1ヶ月の間に1400万リスナーがぶっ込んだの、この放送に。でアイラは700万給料をもらえるのよ。要はポイントがストックされてんの。1400万リスナーが投げました、700万円アイラはポイントあります。だけど1ヶ月に1回引き出せる上限金額は50万円なの、現金の場合。
現金の場合50万円の。だからアイラはこの貯まった700万円を毎月50万円ずつ引き出すことができる。これが現金っていう方法が一つ。で、もう一つ裏技があって、今度はこのふわっちっていうところが提携してるサイトがあるんだけど、そこに手数料 30% 取られて速攻現金化を引き下ろす方法もあるの。それは 30% 取られちゃうんだけど何百万でも引き出せるんだって。おー、タコタコさんいらっしゃい。楽しんでってください。だから手数料かかっても要は 50% の 30% だから結構取られるじゃん。それでも一気にそのコンビニとかで引き出したりとかそれを使うみたいみんな。あとアマゾンポイントも50万円分買えるしとか、だからいろんな課金方法がある。だから現金で直接もらうのは50万円まで。でもいないでしょ。いる ?100 万円一気に振り込む人、あの、ここでポイントする人なんて。いないから大丈夫。50万円稼げてるんだったら、とっくに俺旅配信やってるから。まだまだ先の話っしょ。俺も寝ようかなと思って。70名さんいらっしゃい。もしよかったらみんなフォローしてね。よろしく。FC2 アフリカフワッチ、どこが稼ぎやすいのか。今トレンドなのは、あの、明らかにフワッチ。なんでかっていうと、あの FC2 はあの若い層、要はツイキャスみたいな若い層がいないからアクティブ稼げない。ただ FC2 は FC2 でお金持ちがいる。だけどフワッチはそう、キャス生主、ニコ生の生主、フワッチの生主っていろんなところから集まってきてるから今ホットなんだよ。でリスナーさんがガンガン溜まってるからここが一番稼ぎやすい。ですごいよね、1400万。で何がいいかっていうと、スマホ税が多い。FC2 はパソコン税なんだよ。で、スマホ税が簡単に決済できて、要はクレジットカードとかでアイテム買えて、ポンって投げられるから、それがね、フワッチの魅力かな。今一番稼げるの間違いなくフワッチだね。アフリカはダメだよ。だから、あの、みんな稼ぎたい人が集まってきてるわけじゃん。大手配信者が。俺はなんかふわっちやってる理由そこだけじゃないんだけど、お金が入るからっていうよりも、俺の場合ほら銀行振り込みがあるから、別に手数料かかんなくて、直でもらう方法もあるけど、俺はそれ今やめてんのね。ふわっちで稼いだ方がいい。なんでかっていうと広告とかでバーンって上に上がるから、ランキング上に行くとさ、人が集まってくるじゃん。フォロワーが増えるじゃん。今、その、新しいリスナーさんと出会いたいから。ニコ生どうだろうね。もう終わってるよな、ほんと。とりあえず課金ができるようにしないとニコ生はもうダメだと思う。あとアプリ、携帯税をうまく取り返さないと無理だと思うよ。そのうちサーバーが乱立の気がする。あー、今はね、人少ないからいいけどね。でもさ、サーバーが混んでくるっていうことは、ビジネスが回ってるっていうことだから、そこは増設するんじゃないかな。どうなんだろう。そこは、あの、ツイキャスですらうまくできてるんだから、多分できると思うよ、ふわっちも。今はね、そんなにアクセス集中してないから安定してるけど、これがね、1000人、2000人っていう配信者がなだれ込んできたら大変なことになるからね。今一番美味しいのはフワッチだと思うよ。ニコ生はもう金払うのがバカらしいよね。ニコ生は人気なくなっちゃってる感じ。ニコ生はもうここ5年ぐらいダメ。だから、その7年前、8年前にサービスが始まった時はどういう状況かっていうと、1万人ぐらいの配信者がサーバーの関係で5000人しか配信できなかったのよ。だから配信したい人は1時間ぐらい待ってて順番待ちの状態、要はパソコンの前で1時間待って30分配信できるっていう状態なの。やばいでしょ。でお金を払うと割り込み機能っていうのがあって、お金を払ってる人から優先的に放送できますよっていう状態で、リスナーの数も配信サイトが1個だからもうずーっとどっかしらで神回。だから、当時のニコ生を知ってる人は、1日ニコ生を見てたら、絶対に、誰々と殴り合いしてる、誰々が自殺してる、誰々が警察だった起こしてるっていう、毎日が神回だったんだって。だから、神回って言われるロハコ事件みたいなのが、毎日毎日ずっと起こってる感じ。もうだから、いろんな、もう、リスナーがずーっといろんなとこぐるぐるしてる。どっか面白いとこねえかな、どっか面白いとこねえかなって、絶対あるっていう状態。だからもう、昔のニコ生の面影もないって言われてる。今は。もう、気に入った人しか見に行かないでしょ。もう、昔はしっちゃかめっちゃかで、もう、女と男が罵倒の試合で、
女がへらって泣きじゃくって自殺するとか神回ないよね。年に1回あるかないかでしょ、うん、そういう状態。お、誰かフォローしてくれた、うん、まえちゃんさんフォローありがとうございます。そういう状態だね。バール、そう、バールはだから昔のニコ生っぽい事件だよね。それこそなんか昔のニコ生を思い出すわって、ロハコ事件とかバール事件とかはなんか昔の人がこう思い出すって感じだよ。激アツくんいらっしゃい、こんばんは、楽しんでってください。それはよく言われた、なんか昔のニコ生っぽくてすげえよかったよって。メロンさん、フォローありがとうございます。激アツくんフォローありがとうございます。和道はロハコさんとの関係は嫉妬しないしないでしょ。いや、彼女はもう配信 見始めてから8年ぐらい経ってるから、もう台本とかそういうニコ生ノリは大好きだから、むしろバカやれバカやれって、もうだって俺の仕事辞めさせようとしてんの、働いてたらダメだよって、和道さん行けるからって、仕事辞めちゃえって、絶対食えるからって逆張りなのよ。もう普通の人と全然発想が違うの。絶対大手なれるから、もうやめちゃいなって。どうにかなるからって。絶対稼げるよって。私が応援してたリスナー全員大手になってるからって。あ、私が応援してた配信者全員大手になってるから絶対大丈夫って。私が面白いって、私が囲ってる人は絶対大手になれるからって。すごい断言力だよね。いや、俺はもうブルって、いや、今もうちょっとバイトしたいかなとか言って。俺はブルってひよってる。彼女は、だからダメなんだよ、みたいな顔すんだよね。うーん、みたいな。惜しいな、みたいな。だから中堅止まりなんだよな、みたいな。そう、振り切ったら全然いけるよ、みたいな。和道さん、面白いよ、って。で、彼女の可愛いところね、俺のこと和道さんって言うんだよ。みんなが、普通逆じゃん。みんな和道和道って言うんだけど、彼女はもう、なんか俺のこと神格化してるから、大好きすぎて和道さんだから。いまだに和道さんって言うよ。てか俺の名前基本的に呼ばない、うん、俺の名前基本的に呼ばなくて、どうしようもなく俺のこと呼ぶときは和道さんって言う。だから1週間に1回くらいじゃん、俺の名前呼ぶの、うん、俺は大手になりたいっすよ。なりたいなりたい。そのために配信やってるし、大手になりたいっつうか配信で食ってって自由になりたいね。自由になるために俺は配信始めたから、自由の匂いがするところが好き。あ、フォロワー増えた。クワットさん、フォローありがとう。本名は俺、始末坂水だね。うん。なんだかんだ、和道放送で一番好きだったのはロハコクッキング。あれ面白かったよね。あれ面白かった。僕はですね、ドメスティックな家庭に生まれたので、親父とおふくろぶっ殺そうと思ってましたね。僕は爪楊枝で人を殺すことができます。最高だよね。そろそろね、うん、大手にね、大手っつうか、まあ、楽しい仲間集めて、楽しいリスナーとこうやって食べってんのが一番楽しいよ。この輪を広げていきたいよね。仲間増やしていきたい。なんかこう、やっぱ好きなことやってんのが一番輝いてる時だから。揚げ物解説とか最高だったよね。ロコさん、ヌマップ復活して今調子いいよ。ヌマップ最近復活した。うん、放送してるキャスかな、今メインでやってんのは。お、またお知らせ来た。よいしょ。新しいリスナーさん紹介します。マンコさん、ありがとうございます。大手になると米拾ってくれなくなりますよ。まあそれはさ、リスナー目線からしたら確かに寂しいよね。コメント拾ってもらえるのが配信の面白いところだけど。でもまあ、ニコ生マジでつまんないよね。うん、でもそれは思う、正直。闇将軍とか、荒橋がトップにいる時点でやばいもん。うん。沼ップ YouTube で前のオーディション見た。今また、新しく新メンバーになりました。米読まなくなるの、物理的に読めなくなったら勝ちだと思ってるね。でもまあ俺は雑談スタイルだから米は拾うと思うよ。だって米拾わないとやっていけないでしょ。雑談は拾うんじゃん。ただ割合は減ると思うよ、拾える。ああ、解約は正解だと思うよ。プレアカ
俺もちょうどバンのタイミングでプレアカ切れたから、契約更新してないから、ニコ生で放送できないんだよね、今。ニコ生時代、毎日アンチとの戦いで見ていても切なかったわ。まあ、ニコ生はそういう場所だからな。今についてるのはアンチ系のリスナーしかいないっていうか、2チャンネルの気質だからね。お、フーカー、ありがとう、フォロー。え、ていうか、フォローしてなかったの、フーカー。逆にびっくりするわ。今仕事何されてるんですか、和道さん。和道さんじゃなくて和道でいいよ、マンコさん。俺は和道って呼ばれるのが一番いい。A 型作業所って言うんですけど、障害者、働けない障害者っているじゃん。で、障害者を A 型、あ、ちょっと待って、メガネ洗ってくるわ。ちょっと、何仕事してるか、次話すから、ちょっと待ってて。ごめんね。ちょっと待ってて。メガネが。最近アウトロー系の人が増えてリアルがどうだとか言ってて面白くない。彼女さん見てるよ。のんたんコメント打って、のんたんコメント打ってよ。ボーイズオンザランはマジで面白いよね。あとね、これも面白いよ。僕らのを見て、僕らの。あとサルチネスも面白いね。サルチネスもマジで面白い。俺泣くもん、サルチネス。マジでいいよ、サルチネス。ボーイズオンザラン好きなのね、古谷実のサルチネス絶対いいと思う。超泣く。4巻しかないから、読み応え、読みやすいし。ただね、4巻のボリュームじゃないよ。読み応えマジであるから。腹抱えて笑うし、泣けるし。僕らのアニメは見なくていい。アニメはクソ。トイレでしこってたでしょ。しこってねえわ。それは香川だわ。ティロフィナーレ香川と一緒にしないでください。モンタンいらっしゃい。最近アウトロ系の人が増えてね。いや、マジで漫画はマジ名作だから、これ。超問題作だから。僕らのとサルチネス。絶対面白いっていう。ボーイズオンザラン面白いっていうのは、この僕らのサルチネス絶対面白いっていう。マジおすすめ。ぜひ読んでほしい。サルチネスの方が読んでほしい。僕らのも読んでほしい。ただ、漫画版はストーリー改変されてて全く面白くない。全然違う話になってるから。ドラマは見てないね。俺漫画好きだから、原作主義者だから、ボーイズオンザランマジで最高だよ。超熱いよ。彼女をね、助けに行くシーン最高だよね。超熱くなる。喧嘩弱いくせに、その不良とかに絡まれたら、もう大切な彼女のために命張るんだよね。主人公が。コーヒー買ってこようかな。いいよね。熱いよね。仏教講座？仏教聞きたい？大丈夫？宗教講座でみんな OK だったら手挙げて。なんか、嫌いな人もいるから、かそるんだよ。かそるんだよ。この人も昔アウトロー的な、いや、俺全然アウトローじゃないよ。オタクだよ、全然。メロン、仏教講座。風花、仏教とか好きなの？仏教ね。まあ、いいや。じゃあ、コーヒー買ってくるわ。ツードローさんいらっしゃる。
ただいまバリスタね、うん、マー君と一緒にだからアウトローと思われてたんだよね、うん、はい、ただいま紅茶にした、ロイヤルミルクティーにした KP。 でもね、俺ね、仏教違うなと思ってきてんだよね、ぶっちゃけた話。仏教よりもね、ヒッピーっぽくなってきてるからな。要はね、大乗仏教はダメ、うん、大乗仏教はダメだよ、やっぱ。要は仏教って何が良かったかっていうと、ブッダが広めたくないって言ったのが俺好きなの。要はね、悟ったわけよ。悟って世界で一番最高の状態になったわけじゃん。要は神を超えたわけよ。神を超えて神様がお願いしに来るんだよ。ブッダ死ぬなって頼むから広めてくれって。お前が死んだらこの教えっていうかこの悟りが途絶えると人類にっていうくだりがあるので、嫌だって答えるのブッダ。バカには分かんねえから嫌だよって、無理だよって、俺どんだけ苦労したと思ってんだよって。そこが好きだな。なんかそのブッダが渋るっていう、その神様のお願いをこっすら断るっていう。で、その要は愚かな人々には絶対俺の教えは間違って伝わるっていう、そこがね、仏教のすごい面白いところで、ブッダが布教活動に積極的じゃなかった、いやいや始めるっていう、なんかそこも仏教。あとね、仏教ってね、基本的にネガティブなんだよね。ポップなんじゃなくて、あの一切皆苦って言って、この世の中の全ての物事は苦しみであるっていう捉え。ブッダはいた、間違いなくいた、空想上ではない。それはね、あのブッダっていうと語弊があるんだけど、仏様っていうとその大日如来だなんだかんだって出てくるからわけわかんなくなるけど、ゴーダマシッダールタって言って、シャーキ族の王様な、王子様なので、釈迦国っていう言われてるし、漢字は釈迦国って言われてるんだけど、そのマガタ国って言って北インド、要はネパールら辺にあった国だね、の王子様だったの。だからそこまで文献出てきてるということはもうほぼいたと言っても過言じゃないよね。だからその俗に言う仏教の開祖はいたんだよ。その仏教を作った人は間違いなくいただろうね。じゃあそれをどうやって確かめるのって言ったら文献しかないわけだけど、こんだけ文献が出てくるってことは間違いなくいたと思ってもいいと思うよ。新しいフォロワーさん紹介します。麗沢さん、あやたさんって読むのかな、あやたさんいらっしゃい。仏教の魅力、そうそう、キリスト教で言うともイエスだよ、間違いなく。仏教の魅力は何かっていうと、あのね、みんなね、仏教って聞くとバカな学問だと思ってんの。それは日本仏教の堕落なんだけど、日本仏教が堕落してるからなんだけど、俺はね、原始仏教の魅力っていうのは何がいいかっていうと、ブッダ超頭いいの。もう超ロジカルなの。要はね、論破中みたいなやつなのよ。どんな難題ふっかけてきても全部を論破してんの、仏教って。そのエピソードがめちゃめちゃ面白い。要は喧嘩突ずっとやってた人の、今で言うところの喧嘩突をずーっと一生やってた人の、悟ってから。で、
宗教って要はディベートで協議するわけじゃん。信者とかをどうやって魅力かっていうと言葉で伝えてすごいって言わせたら勝ちなわけじゃん。そう、ひろゆきみたいな人の簡単に言うと。例えば、超面白いエピソードがあって、仏教のエピソードでいろんな面白いエピソードがあるんだけど、例えば、超有名なカルト宗教をやってるやつがいたの。要はカルトだって言われてるやつ。要は仏教の信者、女の信者たちがそいつに布教活動すると寝取られるのよ。もう虜にされて、もう女はべらかしてます、酒飲みまくってます、要は金も信者から踏んだくってます。でやばいっすって、仏教やられてますよみたいな、ブッダさんやべえっすよみたいな。でお前らじゃ無理だよって、あいつ論破できねえよってブッダが言うの。なんですか、悔しくないっすかっつって、ことごとく構想が乗り込んでくんだけど論破されて帰ってくんの。ね、ブッダさんなんでなんすかって言うと、おう、だってあいつ悟ってるもん。お前らと叶うわけねえじゃん、つって。あいつ悟ってっから、つって。っていうエピソードが仏教の中で紹介されんの。で、これは、まあ、お坊さん風に言うと、どういう風に、もっとね、まあ、エピソードは今みたいな感じなんだけど、その、もっと徳の高い感じで言うと、要は生まれながらに悟ってるやつもいるし、仕事をするだけでも悟れるし、悟りってスポーツするだけでも悟れるし、悟りって実は、いろんな形で悟る。もう生まれながらに悟ってるやつもいるんだと。で、あいつは悟ってるんだと。要はお前らが論破されるのはお前らが悟ってないからだと。すごいでしょ？開き直ってるとも違うの、ちょっと。要は、悟りっていうのは、悟り、まさにブッダっていう言葉がそうなんだけど、ブッダ、悟りってさ、なんて説明すればいいかな。うん。悟りって、悟りってもう一つ漢字があるんだよ。これ悟空の悟の悟りでしょ。で、もう一つの悟りの漢字書ける人いる？誰か。タイピングできる人いる？悟りってもう一つの漢字でも表すことができるんだけど、誰かもしよかったら悟りってもう一つの漢字書いてもらいたいな。うん、違う、そっちの悟りじゃない、メロンさんの悟りじゃない、違う、風花さんの悟りじゃない、もう一つの悟り誰か書けるかな。もともとブッダっていう語源なんだけど、そう、クワットさんの悟り、これで悟りって読むんだよ。要は覚悟って悟り悟りって書くんだよ。覚悟って悟り悟りって書くでしょ。悟りじゃないです。そう、クワットさんが書いた悟りっていうのは、冷めるっていう字なんだよ。年吉さんありがとう。この悟り。要はね、ブッダっていう風につけたのはスジャータっていう女の子の、名前をつけたのはスジャータって女の子なんだけど、ブッダっていうのは実は仏教用語じゃないの。ブッダっていうのはサンスクリット語なんだけど、目が覚めた人っていうの。目が覚めた人。要はこの悟りから来てんの。だから、要はこの世の中から盲点がなくなった人。要は世の中を正しく見れる人みたいな、目が覚めた人って意味、覚醒者みたいな、そういう意味なんだ。そう、そんな感じです。スジャータって宗教色が強い。スジャータってほら、ミルクのコーヒーのミルクあるでしょ。これなんでスジャータっていう商品名がついてるかっていうのは仏教に関係してるんだけど、まず、ブッダが悟る前っていうのは修行の天才だったの。いろんな修行僧のところに行って、いろんな修行をまず模索するの。仏教を始めようじゃなかったの。もともと、バラモン教って言って、カースト制度の一番上にバラモンっているんだけど、バラモンって僧侶って意味なのね。要は僧侶が法律を作るし、僧侶が全ての権限を持ってるの。王様より偉いのがバラモンだったの。で、もともと、ブッダっていうのは王子様の位だから、クシャトリアって言って2段階目、要は上から2段階目のバラモン教っていう階層だったの。その王子様がバラモンになっちゃったことから始めるの。斎藤佑樹っていうか、バラモン教、要は今で言うところの、なんだっけな。ごめんね、宗教の話してないから。王様より偉いですよ、バラモン教は。だから、階層制だから、絶対に、カースト制度だから、やっちゃいけないの。奴隷が王様になるような話なんだよ。で、だから、自分の国滅ぼされてるの。うん、他の国に。バラモン教の国に。ブッダって、だから国滅ぼしちゃってんだよ。
で、まあいろんな7年間いろんなところで修行するんだけど、天才すぎて僧侶を超えてくんだよ、どんどん。他のバラモンがお前を弟子にしたいと、お前引き継いでくれって言うんだけど、全部断って、こんなん悟りじゃねえっつっていろんな修行をしてくの。で、最後の修行っていうのはごま一粒食べるだけの修行で、あの水の中でごま一つ食べながら水の中で10分間息止めるみたいな修行をずっとやってたの。だからガリッガリになったの。だからあれはまだ人間の姿なの。あのガリガリになってこう菩提樹っていうでっかい木のこう座禅組んでるさ、こういうさ絵見たことない、ガリッガリのブッダがでっかい木のところでこうやってやってる時、こういう時まだ悟ってないのよ。だから簡単に言うとゴーダマシッダールタ、人間の状態の。でブッダはそのなんで菩提樹っていうそのでっかい木のところで悟りを開こうとするかっていうと、もう修行なんてダメだって、苦行っていうのがさ、苦しみを与える行っていうのがスタイルだったんだけど、苦行じゃ悟れねえって。でなんで悟れないと思ったかっていうと、川で息止めてごま一粒しか食ってなかったから、そのままガリガリになって川に流されちゃったの。要は死にかけたんだよ。でその時にこう川の岸にこうやってベチャーって倒れてる時に、もうこのまま死ぬんだっていう時に、村の女の子スジャータっていう子が大変だって言って、バラモン様がって言ってこうバラモン引き上げるんだよ。で家に持って帰って、スジャータは確か商人の子供だったんだけど、お父様大変です、バラモン様がいましたっつって、死にかけてますって言ってミルクガイオを食べさせるので、そのミルクガイオを食べて生き返るの。まだ人間だよ、うん。でミルクガイ食いながら苦行じゃ悟れねえなっつって瞑想に入る。そうで瞑想をして菩提樹の下で瞑想、ガチリンカンっていう修行法をやるんだけど、瞑想をして悟る。で帰ってきた時にもう完璧に違う人に見えたから、スジャータが、ああって、目が覚めたんですねって、あなたのことブッダって呼んでいいですかって、私に名前はないって答えたんだけど、あなた新しくその神々しくなったブッダを見て、あなたはすごいって、あなたのことをなんてこれから呼べばいいですかって言った時に、あの名前はないって言って、じゃああなたのことをブッダってな、あの呼んでいいですかって言って、好きに呼べって言って、ブッダっていう名前、目が覚めた人っていう、要は覚醒者っていう。今の時代じゃ悟りは無理だよね。いや俺はできると思うよ、悟ってる人はいると思うよ。だからブッダも言った通り、生まれながらに悟ってるやつもいれば、仕事をして悟るやつもいるし、いろんなところにブッダはいるんだよ、うん、だからそのブッダっていう、ブッダの面白いところがさっきの話の続きになるんだけど、弟子たちにお前らが悟ってねえから論破されんだよって言ったじゃん。要はそれが執着だって言ったんだけど、あのね、仏教の面白いところって、仏教ってあのね、じゃあごめんね、熱くなってきて、ついてきてる、大丈夫、引くんだったらもう話やめるけど、まだいける、ついてくれる、今日のリスナー、仏教話、いや仏教オタクだから、うん、あの要は俺が好きなのは、日本にある嘘つき仏、本当はお坊さんが話さないといけないんだよ、こういうの、いける、あのね、仏教の面白いところとキリスト教とかと比べると分かるんだけど、キリストは存在しないって言ったとするじゃん。イエス・キリストなんて存在しないとか、神様は存在しないって言ったら、キリスト教徒は怒り狂うんだよ。でしょ？ふざけんな、イエス様はいる、存在する、神様は存在するって言うでしょ。イスラム教も同じなの。アッラーなんていないって言ったら殺されるよ。本当に。本当に刺されるよ。アッラーはいるんだよ。アッラーがいないと成り立たない宗教なの。ヤハウェイがいないと、働いてますよ僕、小人さん、ヤハウェイがいないと成り立たない宗教なの。でもね、仏教のお坊さんに仏なんていないって言っても、その通りだよって答えるの。これ面白くない？これが仏教の面白いところ。仏なんていないっすよって村人たちが答えて、そうだよって答えるので、仏様はいますよって言ったら、そうだよって答えるの。要はこれが仏教なの。これが空眼なの。これが仏教の教えなの。だブッダ自体も悟ってるやついるよ、別に仏教じゃなくても悟れるよって言ってんの。え、じゃあなんで仏教ってあるんですかって、なんで仏教ってあるんですかって答えたら、仏教っていうのはどんな人でも悟れる方法を俺が解説してるだけだからって、どんなに愚かな人でも、どんなバカでも、これだけ守ってれば悟れますよっていうエッセンスなんだよって教えてる。だから方法論の一つなんだっていうこと。そう、方法論の一つなの、仏教って。だからブッダが死ぬ時の最後のお説法が面白いんだけど、あのブッ、あの
仏教を捨てなさいって言ってんの、弟子に。あのね、イカダで例えるんだけど、向こうの大陸に行きたいと。そこには川が流れてると。で、ね、イカダを一生懸命作るだろって。で、船をこぐだろって。イカダをこぐだろって。で、イカダをこいだ後、お前はこのイカダに対して思い入れがあるだろうと。でも、次の旅に出るとき、次の大陸を渡っていくときに、イカダ大事だからって、イカダ持ってかないだろうって。お前、イカダ担いでったら死ぬぞ。イカダっていうのは仏教なんだと。要は、お前が苦しみから解き放たれる。苦しみっていうのは川だと。だから、もしお前が次の大陸に行けた、悟りというステージに行けたなら、お前はそのイカダを捨てないとダメだよと。仏教を捨てなさい。もし頼るとするなら自分に頼りなさい。宇宙法則に頼りなさいって言ってんの。これがブッダのすごいところ。要は仏教が絶対じゃないの、ブッダにとって。あのね、仏教にとって一番大事なのって仏教じゃないの、ダルマなの、宇宙法則なの。何の漫画で読んだの？漫画じゃない、仏教の、仏教系の本。手塚治虫のブッダの話なんかしてない。あ、 ありがとう、小人さん。まあ、そんな感じかな。まあ、仏教については。うん。ブッダ時代が仏教はダメだって言った。っていうか、宗教を否定してるから、ブッダは。うん。ブッダは宗教を否定してるの。だから、仏教っていうのはないんだよ、ブッダが生きてる間。っていうか、お経、書いてない、書いてない。一切書いてない。これ、今話してる内容は書いてない。ブッダ、あの手塚治虫はどちらかっていうとね、大乗仏教の考え方に近い。俺大乗仏教嫌いだから、どちらかっていうとね、そのなんつうんだろうな、ブッダって超ドライなんだよね。だからお経もダメ、香典もダメ、文字も書いたらダメ、仏像を作ったらダメ、やっていいのは修行だけっていう。だけど今ってお経は読むでしょ、呪文禁止してたのに中国語でやってるでしょ。これブッダがダメって言ったこと。要は悩みなんか解けない。要は頭のいい人には頭のいい解説はしていいけど、バカにはバカの解説しなさい、英語の人には英語で説法しなさいって絶対言ってるので、悩みを解くことだけやりなさいって。だから物を売ったらダメなの、お金を取ったらダメなの、呪文を書いたらダメなの、わけのわかんない言葉を喋ったらダメなの、仏像に拝むのもダメなの。今全部やってるからね。しかもびっくりするのが、冠婚葬祭に関わるのも禁止してなんだよ。結婚式なんか行くな、お葬式なんか開くな、それ全部カルトだからっつって。面白いでしょ、冠婚葬祭関わったらダメなんだよ、本当ブディスト。だから今の日本の仏教っていうのは、どちらかっていうと儒教とか道教の教えが強く影響を受けて、中国大陸から持ってきたから、中国の教えを日本は守ってると思った方がいい。だからそのインドで生まれた仏教とはほど遠い。そう、そういうこと。ブッダは宗教を否定してるから。今で言うね、禅僧、座禅を組む人とかに近いかもしれないね、考え方は。禅の教えに近いかもしれない。あと5分で終わりにするわ、放送。お、フォロワーが増えてますね。ありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。アイラさん。アイラかよ。アイラさん、フォローありがとうございます。そう、1000人だよ、本当に。レンキさん、風船ありがとうございます。銀さん、フォローありがとうございます。アイラがそろそろ放送始めるのかな？すごいね、でも150分で900人集まってるもんね、アクティブ60だし。
ありがてえよな。で、またフォロワー増えた。ありがとうございます。秋蔵さんいらっしゃい。じゃあそろそろ、今日の放送の締めに入りたいと思います。今日の放送終わります。今日ね、新しくフォローしてくれた人紹介します。秋蔵さんありがとう。銀さんありがとう。アイラさんありがとう。あやたさんありがとう。風花ありがとう。マンコさんありがとう。クワットさんありがとう。メロンさんありがとう。激アツくんありがとう。まえちゃんありがとう。スタフォファンさんありがとう。モルナー捜査官ありがとう。ネイちゃんありがとう。ムツオさんありがとう。トモさんありがとう。お味噌汁さんありがとう。トラオさんありがとう。ナーさんありがとう。ヒロくんさんありがとう。ドブチさんありがとう。TMT さんありがとう。ゆずきさんありがとう。HRK さんありがとう。あずさんありがとう。ようさんありがとう。しんさん、あとあとさん、ありがとうございます。イスラム教とキリスト教は何でかっていうと、同じ神様信仰してるから。っていうのを日本人がわからないんだよ。そう。日本人からしたらめちゃめちゃ疎いけど、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教って実は同じ神様信仰してるんだよ。ただ、それの預言者が誰なのかっていうこと。例えば、預言者モーゼとか、キリスト教だとイエス・キリストだよね。アッラーだと、なんだっけ、エブラハムだっけ、なんだっけ、イスラム教の預言者って誰だっけ、出てこねえな。エブラハムだっけ、アブラハム、ごめん、ちょっと出てこない。ムハマドだ。ムハンマドだ。ムハンマドだ。そう。ムハンマドが預言者であるっていう考え、最後の預言者、最終預言者であるって言ってるのがイスラム教。で、イエス・キリストはキリスト教こそが神で最終預言者であると。で、ユダヤ教っていうのはモーゼこそが預言者であると。だから同じ神様なんだよ。だから、最後にできたイスラム教の中には、モーゼの話も、旧約聖書の話も、イエス・キリストの話も盛り込んでるんだよ。あいつらも実は偉大な預言者だけど、その後に出てきた最終預言者が、ムハンマドであるって言ってんの。だけど、イエス・キリスト教からしたらそんなの違うと。イエス様が最後の預言者だって争ってんの。めちゃめちゃでしょ？それで、その、エルサレムっていうところで争ってんだから。で、面白いのがね、イエス・キリストって褐色の人種なんだよ。だから今のアラブの人たちみたいな、要はイスラム系の人たちなんだよ。白人じゃないんだよ。モーゼは神様じゃないよ。モーゼは神様じゃないの。預言者の。預言者っていうのは、天使ガブリエルからお告げをもらう人のこと。神様と預言者の間にはガブリエルがいる。ミハエルとか言った方がいいかな。ミカエルとかガブリエルっていう名前なんだけど、だから、モーゼの中、モーゼも神様から預言もらう。イエス・キリストも、マリア様が、ガブリエルが来るぞ。ミハエルが来て、神の子を生まれますよって予言されてるし、ムハンマドに文字を教えたりとか、そのイスラムの経典を教えた、なんていう、トーラーじゃなくて、なんて言うんだっけな。ごめん、全然出てこねえわ。なんつったんだっけ。イスラム教のコーラン、クラーン。そう。コーランっていうのは日本人だっけ。本当はクルアーンっていうの。クラーンって言うんだけど、クラーンを伝えたのもガブリエルの。だから実は宗教観全部、元は一緒なんだよ。解釈の違いで揉めてんだよ、あれ。だから日本人からする、えって思うじゃん。ユダヤ教とイスラム教とキリスト教と同じだったのって、はい、みんなお疲れ様、おつおつ。ごめん。ありがとう。また聞きに来てください。フォローしてね。お疲れ様。ありがとうね。おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。